お待たせいたしました。9時をちょっと過ぎたところでございます。ミルクサッカーアカデミー井上真央でございます。今日も、レビュー週末のね、Gリーグ楽しく振り返ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。皆さんのコメントね、すべて読ませていただいてますので、ぜひですね、バシバシ書き込んでいただきたいと思います。それでは先生呼びましょう。先生、よろしくお願いします。こんばんは。どうも。どうも。どうも。よろしくお願いいたします。いや、お熱でございますな、今日な。らいことがありまして、先生ね。もう本当なんかスイカが通用しないで、駅から出れなくなる事件がありましてですね、私ね。で、入ったはいいけど出れないっていうね、金さんと揉めに揉めましてね。じゃあ、急いでんだ僕はと。ね。携帯が壊れてるかなんか知らないけど、もう通れない。だって入れたんだから、ね。これだって、見てよ、これ。1800円入ってるじゃないの、スイカに。って言ってね。いやでもちょっとあれなんですよなんて言うから、もうちょっととりあえず待って、3時間後にここに帰ってくるからねっつって、でお金ないですかって言って、お金持ってなかったんですよ俺、全部カードに入ってたから。わかるね、わかるよね。で、行った先で水も買えないんで、もうすげえ年下の子に ごめんちょっと100円貸してっつって借りました。屈辱。そしたらその子もね、なんか気使ってくれてね、みんなに分かんないように2000円俺の財布にっていうかバッグにスルッと入れてくれまして、帰りもあるでしょっつって。そんなんでございます。先生はどんな一日でした、ね、今日はずっとパソコンですね、ずっとパソコンでございます。お疲れ様でございますね。ありがとうございます、ありがとうございます。というわけで行ってみましょう。それでは皆さんのコメントね、欄外でご覧くださいということで、はい、今日も行きましょう ね、はい、ということでレビュー、J1 から J3 まであった週末、暑かったですね、試合も夏もね、そうなんですよね。そう、本当に。そう、そんでまたこのね、オフロンが強い。オフロンたちが ね、こう強いということで、もうみんなもね、そのオフロンファンも雄たけびを上げてるじゃないかと思いますけれども、はい、このサムネイルですがね、はたてくんですね。はたてくんでございますよ。はい、ね、若手躍動ね。まあ後ほど一試合ず先生にね、振り返っていただきますけど、はい。優勝でしたね、旗手くんはね。優勝。優勝で旗手くんと、ね。優勝っていうのはなんか感動したって意味ですよ、先生5でね。そういうことですよ。なるほどね。旗手くんと小林優の話だけで60分ぐらいでいいんじゃないかな。いやー、優先生も良かったね。もう躍動してたね、いろんな意味でね。ね、若手もベテランも。いやもう、はい。本当にもう BL がはかどりましたね、今季、ね。BL だったわけですね。他 J2、J3 もまあ熱かったじゃないですか。ね。かったね、うん、やっぱり YS 対ガンバ大阪 U23 になっちゃいますね。いや入りました。その話もゆっくり今日はね、いろんな風にやっていきたいと思いますけれども、どのチームのツイートもさせていただきましたので、はい、あのリツイート等々もよろしくお願いできればと思っております。よろしくお願いします。さあ、じゃあ行きましょうね。すべてのおサポに送る、どのおサポもご機嫌にね見ていただきたいと思います。さあ、それでは行ってみましょう。まずは、めくっちゃいますね、先生ね。はい、こちらでございます。おキュンということで、はい、J2 から今日は参るわけですな。そうなんでございます。行きましょうね。じゃあ、はい、1試合目からまあ早速行きましょうか。土曜日18時から行われました松本福岡の一戦でございますということですね。うん、はい。なかなかあの、うん、珍しくあの枠にシュートめちゃくちゃ打ったのに枠になかなか入らない試合みたいな感じでもありましたけど。なるほどなるほど。まあでも本当初戦から、はい、暑かったなと思います。いや暑かった、ね、確かに。あれちょっと待ってください。謎の表紙が残ってるんだな、これ真ん中に。これどうにかなるかな、これ。でですよね。そう、私ね、これね、悪戦苦闘してますね、お話しください。あれ、どかねえな、こいつ。あれ、おかしいな。やっぱあれかな、今節ちょっと活躍しすぎてな、畑君。あ、違う、これ、もともとの移植したやつのせいだな、これ。もともと乗ってますわ、これ。これ、ちょっと我慢していただいていいですか、これ。すみません。でも、あれでしょ、まあ、そこに、あれじゃないの、ちょっとやり直してるから、今。ね、ちょっと待って。に入ってくるから。はい、ちょっと、ね、はい、じゃあ、スタートしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい。まあ、ついにまず松本山、うん、この試合、まあ、1-0で松本山が、はい、まあ、勝ちました。一番最後ですね、ほぼラストプレイで塚川幸喜の、まあ、バイシクル決まったような感じで、はい、はい、はい、まあ、終わりましたけど、そうだよね。まあまあ、もう、わかりやすく、橋内優也選手、センターバックが、まあ、怪我から開けて戻ってきて、うん、はい、はい。ディフェンスラインが落ち着いたなっていうのが、まずは、うん、分かりやすく、はいはいはい、なので、そういうその心の置きどころというか、うん、まあ、そこが一つ、この試合での明確なあの勝負の分かれ目になったのかなと思っています。うん、はい、はい、まあ、負傷者、うん、まあ、負傷者、まだいいはする松本ですけど、うん、まあ、最低限、それこそ
柱になるようなど真ん中のライはまあ揃った松本と、やっぱりあのまあちょっとね戦率離れているまあ前の選手のね、はい、ウィスパーありますから、はい、そこの差がちょっと明確に出てしまったのかなというのはあり、なるほど、ね、枠内になかなか飛ばない試合って、はい、特にアビスパの話でこの日12本かな、確か両チームともシュート打ってたと思うんですけど、10本か12本打ってるんですけど、福岡があの枠ゼロだったんですよね。ああ、そっか。うん、最近では珍しく、そうそう、それだけ打ってなかなか入らないっていうのは珍しい話だったので、そうね、はいはい、そうなんです。ただ、うん、もう一個強いて言うんであれば、はい、あのもう一人の差があったんですよね。はい、松本山雅の杉本太郎選手が、ね、うん、この日、うん、もうめちゃくちゃ可愛かったんです。うん、可愛かった。どういうことですか、サッカーの話してるのに可愛いとか可愛くないとか。いや、サッカーの話でも可愛いはいいでしょう、いつでも。熱くなってらっしゃいます先生、はい、あの杉本太郎選手が、はいはいはい、あの誰にも何も言われずともあの、スルスルっとこうディフェンスラインというかいわゆる最、あの一番前にいるんですよね。なるほど。でディフェンスラインとこう駆け引きしたりだとかして、はあはあ、いわゆる相手にとってこう面倒くせえ位置にずっといてたっていうのがあったんですけど、福岡が逆に似たようなことやっぱり何回も何回もあるんですよ。この日攻撃のそれこそ質で言うんだったら枠内にこそ飛ばなかったけど、福岡の方が断然上ではあったんですよ。ああ、そうですか。はい、ただ、はい、あの連携性っていう部分だったら山賀の方が圧倒的に上だったんですよね。どうしてもこの日はあの遠野大也選手筆頭にあの一人で行っちゃう部分が結構見受けられてしまったところが、まあ、差にはなったかなと、はい、からこう連携で来る分誰でやってくるか最終フィニッシャーが分かりにくい山賀っていう、一人でやってくる分まあこいつ抑えたらどうにかなるかって思ってた、多分そういう差なのかな、福岡そういう攻めでやってきたからその差になってしまっていたのかなと思いました。なるほどね。まあただ一番最後の最後でそんなねバイシクル団が決まるようなこととは多分誰も思わなかったのが劇的でしたよね。これはもう劇的というか、あのこれまでこう耐えてきたこう松本にあの耐えたね、がよく頑張ったねっていう、なんか小泉純一郎的な、はい、小泉純一郎的な、はい、痛みによくてよく頑張った、頑張った、感動した、感動した、あーそういうことだったんですね。うん、そんな感じがあったかなと思います。逆にあの、福岡が今耐える時期なので逆にこういうパターンが福岡にも訪れると思います、うん、なるほどなるほど、うん、はい、こんな試合でした。まあ、最後はねちょっとこうちょっとしたね傾きっていうことだったんでしょうね。名勝負でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでございます。続きましてこの先生マークが動きますとショコ喋ってますよということでございます。続きましてドン、ショコね、ショコ喋ってますよ。ごめんなさいな。岡山対新潟でございますよ。はい、優勝、優勝、いい試合だった。もう先に言いますが、危険を防止する白井、コパ経験を受ける小島、岡山、はい、岡山の白井選手、はい、うん、MVP です今節。あ、J2 の、はい、まあ、ちょっとね、はい、あの、まあ、ちょっと J1 と J3 だけはどうしても分かりやすいので、今まあ飛び抜けたね結果を出した、ね、チームも多かったですからね。まあどう考えてもね、はいはいはい、川崎か横浜 FC のどっちかだろうって、まあ、ね、まず思うでしょうし、はいはいはい、J1 の、ね、J3 だったら、あのガンバ大阪 U23 の川崎周平選手が2ゴール2アシストっていう化け物級の働きしてるんで、確かにそうですね、はいはい、ちょっとさすがにというのはあるんですが、J2 はね別にこう明確にこう、うん、あの、うん、なんだろう、はい、2つのゴールにこう関与したって多くないので、難しい、皆さんにとっても誰ってこう言われてもこう難しい感じがあったんじゃないかなと思いますが、僕の、うんうん、白井選手にも皆さん拍手を送っていただきたいというか、送っていただきたいな。それはやっぱり得点があったからですか。うん、まあ得点もさることのな、さる、うん、さるところではあるんですけれども、要はね、どっかでいつか僕ダゾンさんにとかスカパーとかやってほしいことがあって、うん、要は、はい、例えばね、後ろのこのディフェンスライン、あ、うん、この人、この試合まず 1-0 でしたね、1-0で岡山ね、ですよ、はい、例えばディフェンスラインのこう4人のところに、うん、例えば選手にこうなんか丸の表示つけたりだとか、うん、ディフェンスラインはここだよってこうあの線つけたり、はいはいはい、あと今例えばフォワードの選手が、うん、今相手のディフェンスのあのパスコースをこんな感じで切ってますとか、うん、はい、そういうなんかカラーリングっていうか、動画でね、うん、よくあるような感じですけど、戦術動画っていうか、そういうことなんか記してほしいなぁなんて思ったりはするんですよ。うん、その中でこの日相手のパスコースみたいなものを全部封じ切っていたって本当にほど近かったのがこの白井選手で、うん、新潟は、まあ、特にその白井選手に近い部分で考えたら、新潟はもうほぼほぼこの白井ってやつの前からパスするの無理だから逆からつくしかないかみたいなので、
違うところにボール回させていたってところだったのでビビったわけですか、それは。間違いないと、うん、そうなんですよ。でだんだんその支配領域がだんだんその試合をやっていくごとに広がっていくんですよね、うん、で最終的にはもうあのそのままゼロゼロ進行でずっと続いていきはしたものの、やっぱそういうふうにこうゲームをオーガナイズしてる人のもとにはやっぱボールが流れてくるもんで、後半41分ですね、徳本選手から上条選手に渡って、うん、まあ、真ん中にいた白井がミドルシュート飛んで一発決めた。高岡山の特派員リトスさんによりますと、カバーリングから起点にリンクマンを全部やりつつ決勝点も決めたんですよっていうことですね。そうなんですよ、まさにそうなんですね。おかしかったです、うん、おかしかった。飛び抜け取ったということですね。なんていう、普段よく、なんていうんですか、あの、11人対11人じゃないみたいな言い方とかあるじゃないですか。うん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 、1人、2人多いように見えるというか。はい、というよりも、この白井選手に関しては、でかく見えました、ね。調子も良かった、ね。縁取りされてるような感じで、なるほど、ね、それぐらいでかく見えました。はあ、はあはあ、わかりました。ただ、はい、それに対して、新潟の小島選手、ゴールキーパーなんですけど、うん、まあ、怪我から明けて戻ってきて、はい、まあ、藤田選手とのゴールキーパー争いもやりながらでしたけど、うん、岡山がその白井選手筆頭にそのオーガナイズされてかなり組織的に攻めてくるのに対してなんかポカーンとこう冷静なんですよ、うん、しかも自分たちのこうディフェンスラインとかにも怪我人とかも いながらにしてもずっとはいはいはい大丈夫大丈夫冷静に行きましょう冷静に行きましょうって一人でこうずっと冷静さ保っていたので、うんうん、やっぱりこれまでの経験と怪我中にいろんなことを考えたりサッカーのことを考えたりしてたのかなってことも分かるような、うんうんうん、レベルアップしたんだろうなってことを浮かばせるような冷静さな、うん、冷静さを見せておりました。なるほどね、わかりました。はい、というゲームでございました。続きまして北九州町田でございます。面白かったですね、この試合。2対1の北九州でしたけど、ね、やね、バイヤーですね、うん、北九州は今ね、また町野とディサロですよ。いやー、町野もちょっとこう後ろ重心でズドンね。そうなのよ、ディサロもスパンっていうのは決めた、ね、あのループなんでしょうね。そう、綺麗なね、あんなピンポイントでループって落ちるものなんですね。いやね、本当にふわっと、あれこそループ。しかもシュートとかボール蹴った段階でディサロも入ったって確信してましたからね。ああ、そうか、もう感覚が良かったんでしょうね。ね、うん、足の感覚がよくそんなと思いましたけど、インタビューもね、もう自信満々に答えてましたけどね。優しいのね、アキラは喋りがね、優しいんだよね、良かったですみたいなね、よかったバイみたいな感じかと思ったら違うんだね。すごいよかったです、いい人だよ、人ね。なんかあれでしょう、結構あのお子さんのサポーターが増えてきてる。いやー、人気あるだろうね。なんかこう、うん、漫画的なポーズとかもかっこいいしね。ね、あ、戦隊ヒーロー感がヒーローっぽいよね。だディサロ・アキラ・シルパーノってやっぱかっこいいもんね。かっこいいよな、確かにね。なんですけど、はあはあ、今日はそんなディサロ選手の話じゃなくて、はいはい、絶対にスポット当たんない人、もうどこのメディアもやらない人を僕はスポット当てた。北九州の、うん、はい、この人を見てくれ。なるほど、なるほど。野口渡る、右サイドバック、ほうほう、15番。もう彼を見てほしい。ほう、代表で見たいんだ僕は彼を。日本の代表で、うんうんうん、あの、まあ、どんな選手、はい、どんな選手なのかというと、もともと、あの、大津高校、熊本の大津高校から、はい、あの、筑波大を、はい、はい、筑波大を経た上でギラバンズ北九州に加入してるんですけど、うん、あの、いわゆる実績が相当な選手なのにも関わらず、いわゆる J3 の北九州に入るってので、うん、はってなった選手だったんですよ、もともとが。ただ、今こう考えてみると、いや、野口ここにいてよかったなと、本当に思うところがすごく多い。いいチームにいるんじゃないかっていうことね。そうなんですよ。うん、野口航選手、今、まあ、この日、うん、この試合、右サイドなんで、いわゆる高橋大吾と右の関係性保ってるんですけど、はいはいはい。まあ、高橋大吾、ガンガンいっちゃうじゃないですか。うんうん、ちなみに、この野口選手、大学時代誰、誰と組んでいたのか、川崎、現川崎、三笘薫なんですよ。はい、へぇ、あ、そうだったんだ、縦のコンビで。そうなんです。要は、あの、まあ、我々的に言ったら、コパアメリカの時の中島翔也と杉岡大輝の関係性なんですよね。うん、まあ、好き勝手やってきなさい、後ろのことは私がやりましょうってことね。そうなんです。はあ、内需の公的な。そうなんですよ。ただそれでいても実は刃を隠し持っていて、実は、ま、彼もともと高校とあと大学の 1,2 年生ぐらいの時はサイドハーフやってたの、はい、それこそ高橋大吾っぽかったんですよね、はい、自分で攻めちゃうから、はあはあはあ、だからずっとひた隠しにしてるんだけど、うん、木を見ては俺の刃を見せてやるって駆け上がっていくその瞬間を皆さんにも見ていただきたいなと思います。はあ、何でも知ってますね先生は。ありがとうございます。この間びっくりした。ベンチ見て知らない選手いたら知らない選手だって思うんでしょ。ってことは全部知ってるんでしょ、はい、ほぼ。どのチームも。さすがにそうです、ね。どのカテゴリーも。はい。ね。それが何かみたいな顔してますよ、先生。皆さん。
あなたも逸材ですからね、これね。ありがとうございます。そういうことでございますか。で、あと、それに対して、町田ですね。はい、前半は正直、北九州、もう一辺倒って言ってもおかしくないぐらいの試合で、強いて言えばもう、セットプレーしかもう町田やることがなかったんですけど、後半になってから、やっぱり変わったんですよね。まあ、っていうのも、やっぱ北九州は結構連戦のメンバーも続いてて、まあ、ミッドリークちょっと違うメンバーではありましたけど、はい、で町田は途中から新しい選手を入れてきたりだとかしてたので、うん、スタミナ的に言うとやっぱ町田の方が良かったのかな、後半はってのがあったんですが、うんうんうん、はい、やっぱ後半見て欲しかったのが、ね、安藤瑞希ですね。ああ、出てきましたね。はい。うん、後半38分から出てきましたけど、うん、後半38分で退きましたけど、うん、あ、その直前のプレーですね、うんうん、岡田勇気選手の得点になったシーンですが、タッチラインギリギリのところまで行って、タッチラインからボールは残すけど自分の体も外側になりながら、中央にパスを出してみたいなシーンだったんですけど、あのシーンはなかなかよく日本代表とかだったら原口元気選手とか、うんうんうん、あとは最近 J1 とかだと斉藤光輝選手とか、うん、はそんな感じのアクションしますけど、なかなか J2 でその自分がタッチライン出てでもボールだけは中に残してやるみたいなシーンってあんまなかったので、ギアレス・ベイルがよくやるやつですよね。ベイルがやりますよね。ベイルがよく見せてくれるやつね、あれね。そうです。だからここまでずっとあのディフェンスをオーガナイズできていた岡村選手、そして対、その安藤選手のシーンに対応した村松康太選手でもあるんですが、なるほど、もしかしたら村松選手プロに入って多分初めてなんですよね、うん、この12試合やってきてずっとネクで出場してきて、タッチラインギリギリでこうタッチラインギリギリのこう攻防をやるってことが初めてだったと思うんですよね、うんうん、なるほど、うん、そこで残されるようじゃ残されたもんでもうさすがにってのがあったけど、うんうん、まあ、今後のことを考えたらね、新しいそのディフェンスの仕方ここから考えつくと思うので、はいはい、ここからさらなる進化と、そして安藤選手のプレーにも注目いただければいいんじゃないかというところでございます。分かりました。町田の得点は見事だったってコメントも来てますよ。見事でしたね、間違いなく見事だった、ね、そういうことですね。オープンプレーからの得点がね、あの出来上がってきてるのがあるので、これはすごく、はい、今後にとってもすごく良かったんじゃないかなと思います。2対1で、北九州が勝っておりますということでございますね。続きましては山形長崎でございます。はい、1対0なんて山形長崎に勝ちましたと。はい、はい、そういうでしたね。うん、これ一人でもうお見事なんですよ。お見事。これもうここ、まあ、これ日曜日でございますね、ここからね。日曜日ですね。はいはいはい、うん、これ監督なのか、ちょっと本人なのか、まだちょっとコメントがよくわからないんで、あれなんですけど、前半と後半で、たった一人だけ立ち位置が違ってたんですよ。はい、どういうことでしょう。それが山形の、うん、まあ、この日左サイドバック務めていた松本亮太選手なんですよ、ね、はい、今出しますね、お待ちくださいね。はい。はい、ですね、はい、この日、まあ、山形、まあ、今までね、あの3バックのイメージが強い山形だと思うんですけど、なんで4に変えてたんだろうな、戦術的な理由かなって思ったらですね、はい、先にこの情報皆さんにもう出てますけど、うん、去年なんかもベストイレブンクラスだったの栗山直樹選手、センターバック、はいはい、今季、絶望でございます、うん、おけが、お怪我で、練習中のお怪我かな、確か。で、全治、しかも半年とのことで、来季のキャンプもアウトだから、このままだと。だって開幕も厳しいんじゃないかな、とはいう感じになっちゃいました。じゃあ、スリーバック組めなくなっちゃったので、4っていうことなんですか？だとは思うんですけど、ただ、その代わり、後ろだけにこう任せないでやろうみたいなことになった分、逆に中央が引き締まった感じはあるんです。なるほどね、一丸となって。うん、で、この松本選手なんですが、はい、前半はね、末吉瑠衣選手と、縦の関係、左で組んでいたところがあったんですよ。はい、ただ、この日、長崎も前熊選手とか米田選手とか、サイドの選手ががっしり守備しているところがあって、はい、それに対してで、末吉選手が、サイドそのまま縦突破するんじゃなくて、中にこう、ぐぐっと入っていっちゃうシーンが結構多くなって、はい、多分監督がそれ嫌がったのかなとかちょっと思ってましたけど、後半になってから加藤選手を入れたんです、同じポジション。はいはい、でそしたら加藤選手、攻撃的な選手なんですけど、うん、加藤にやらせて松本がサポートに回るのかなと思ってたら、松本選手までちょっと、うん、まあ、前進したんですよ。大体ポジション的に言ったら 3.8 メートル前になったんですよ。おお、すごいとこ見てますね。あ、もうこれはもうデータマンとして一応ちゃんと言っておこうと。本当に 3.8 ですか？ 3.7 じゃないの？それはちょっともう計測が間違ってるって言われたら僕も何も言えないので。目で見てね、すごいね。じゃない、これは一応出てきる、くるものがあったから。出てくるものがあるの、それ。そうそうそう。なんそれ、なんかデータが出てくるの、それ。いや、そうなんですよ。僕、使えるものなんですけど。使えるもの。はい。定規で測ってるんですか。
まあできなくないですけど、ね、世界のデータベースみたいな感じでね、先生がアクセスしてる。ね、スーパーハッカーだから先生は。将棋でやってたら面白いな、それ。うちのテレビが42インチだから、1センチがこれで、で、グラウンドのピッチが何メートルでしょつって。それじゃないんだね。かわいいな、そうですね。そうなんですよ。でその高い位置になりだしてから、あの、はい、毎熊選手、右サイド、長崎の、はい、彼はそれこそ、もともとフォワードの選手なので、今、サイドバックやってますけど、うんうん、突破してくることも多かったんですが、はいはい、あの要は、加藤選手に攻撃をやらせるために、松本もちょっと上がって、その毎熊にプレッシャーを与えることによって、いわゆる左サイドで1対2のその数的優位作っていたんです、ね。なるほど。それが結局はでかくなって、まあ本当後半最初でしたけど、うん、そんな松本選手とか、あとは岡崎選手の流れから、まあ、左サイド加藤選手飛び出して、そこからのクロスに対してが南選手がフィニッシュという流れで決めました。で、もともとは長崎は、木田選手中心に、木田選手がこの日結構その山形の、まあ、ボックスの中というか、まあ、ディフェンスとボランチの間のところに侵入して動きをなんてことをやろうとしてたと思うんですけど、はい、うん、もしかしたら長崎の方が 1-0 で勝つプランだったのか、あとはまあ富樫啓真選手も前半で退いてしまったのもあり、あ、ね、多分ゲームプランを変えなきゃいけないかなってので、まあ、突破型の吉岡正和選手とか、あとはルアン選手を入れてきて、うん、まあ、2点取りに行こうとはしたんですが、山形はディフェンス堅いですからね、うん、こっちこそそれこそ行ってもう取っちゃったから、あとまあもらおうってこともできてたので、そういうことか、まあ、山形してやったりですね、この首位長崎に対してね、うん、うん、そうだ、はい、そうでした、はい、だからこれで長崎2連敗になってしまったので、そうなんですか、はい、あの、あ、連敗じゃないか、連敗じゃないですね、あ、前その前は勝ってますね、週末が連敗か、そう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 、負け勝ち負けになっちゃってますね、そうかそうか、失礼しました、はい、しかし、まあ、これであの、まあ、ちょうど2つ行ってきたところで言うと、ギラバッツ北九州、ね、本当だ、長崎に勝ち点1差ということ、にじり寄ってきてる、勝ち点25と長崎が26と、はいはいはい、なので、であと徳島も勝ち点23で、しかも長崎と徳島の勝ち点、あ、得失点差がプラ4あるので、はい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 、なんで次節首位逆転も可能性としてはありうる、ね、そっか、なるほどね、うん、なるほどね、なはいはいはい、はあ、わかりました、はい、まあ、でも熱い試合でしたね、これもね、そうですね、はい、というわけで山形が 1-0 勝利しておりますということでございました、はい、続きまして栃木愛媛でございます、はい、あ、先生が拍手していらっしゃる、これは何の拍手でしょう、いや、何か心を打ったところがあったってことですな、そうなんです、これね、うん、J1 サポ注目、J1 サポ、うん、はい、なぜによ栃木サポの皆さん、うん、はい、すいません、なんで謝られなきゃいけないんですか、持ってかれたらどうしよう、うん、栃木の選手ですか、大卒ルーキーの秋元選手が止まりません、そうでしょう、そうでしょう、そうなの、じゃあ、ちょっと大きな声で言うんじゃないよ、バレちゃうから、もうバレてるよ、バレちゃうからもうバレてるよ、みんな上のチームにバレちゃうから、バレてるのよ、もういいことだけどね、そうなんですよ、あ、そう、はい、あのね、まあさっきちょっと似たような話もしてるんですけど、一個皆さんにあの言葉を今日覚えてってもらいたいのがあって、言葉、はい、クアドラングル、クアドラード、クアドラードはユベントスの選手、コロンビア代表、そうそう、クアド、何、ラングル、クアドラングル、まあ四角形だよですね、まあさっきちょっと、はあ、はあ、じゃあ四角形って言ったじゃないですか何をね、難しい、クアドラングルかっこいいね、でもそれ使いたいね、でしょ、うん、今度渋谷でカフェしながらクワドラングルでもしないって言えるわけでしょわけわかんない、四角形しないってなんだよ、わけわかんないな、それはモテそう、四角関係かな、モテそう、モテそうじゃん、なんか、はあ、いや、多分どういうことなんですか、サッカー用語、サッカー用語、サッカー用語ではまああまりないんですけど、はあ、まあ、はあ、あの海外だったら使われていますが、はあ、要はあのボランチ2枚とセンターバック2枚、うん、例えば入ったとするじゃないですか、はいはいはい、その間、うん、要はそこに今四角形ありますよね、ボランチとセンターバック、あー、ありますね、その縦と、そう、センターバックボランチ両方、はいはいはい、うん、もうね、この秋元選手がどっかで結局相手はそういう4人とか3人とかでこういわゆるゾーンを組む時間帯がある分、その四角形の枠の中に、ええ、四角形がどこかにこう出来上がるんですけど、ええ、秋元選手はねそれを見つけるのが、ね、もう上手すぎる、うんうんうん、でそこの中央にもうひたすら行くんですよ、うん、
でもどういうことかっていうと、いわゆる四角形のど真ん中に例えば秋元選手がポーンっていたら、うん、さあその四角形構成しているディフェンダー ABCD、うん、誰がその秋元選手に対応しに行くんでしょうね。一番近いやつですよ。でもど真ん中にいたら、いや迷いますな。そうなんですよ。ああなるほど。そうなんですよ。あ、それが技術。そうなんです、ね、この日愛媛戦で見せていたのが、うん、最初はそういうのであの、うん、誰が来るのかな、俺に対して誰がマークしに来るのかなとかニヤ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 しながらいろいろやってるんですけど秋元選手本当ですか。見てていただければ、そんなの見えちゃったんですか、すごいですね。でだんだんそれが、あの、あれもしかしてこの選手、俺にマークしする気ないんじゃないのって選手とかにこうチラ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 こうなんかフェイントかけに行ったりするんですよね。もうオフザボールからその駆け引きして、そうなんですよ、あやつってあざ笑ってる感じがしたってことね、先生から見たら。そうなんですよ。でもともとボランチやってて栃木に戻ってきてサイドハーフやって、最近だとあの、まあ、シャドウみたいなところで出場したりすることが多いんですが、そのシャドウやりながらこの日ポストプレーまでやってたので、何してんだこの人と思いながら。ああそうなんだね。愛媛のディフェンダーたちにとってはこいつ何もんってのでめんどくさかったんじゃないかなと思います。いやーなこねーって思ってたわけね。そうですね、うん、まだだから得点力がもうちょいこう出てきたらというか、得点がだから、あの例えば3試合に1回とか4試合に1回とかコンスタントに生み出せるようになったら、うんうん、あの J1 がもう漏れなく、だと思うので栃木の皆さん、お気をつけください、うん、気をつけてくださいって言うけどさ、いろいろ積まれたらこれしょうがないもんね、これはもうゆうやさんも言ってますけど、ターンとね、もうそういう時、その時はもうターンと置いてってもらって ね、 ね、未来につながるように。そうですか、そうですね、はあ、そんな感じをするかなと思いました。いやーゼロゼロ最後ね惜しかったんですよね、田代選手のヘディングね。なんであんなにうまいんでしょうね、田代選手はね。気持ち入ってますからやっぱり、ね、ヘディングドーンっていう、田代は、そうなんですよね。で愛媛はね、ちなみに言うとそんな、急に声でかいよ先生。あ嘘、どうしたマイク愛媛の話 したかったんじゃないかな。あそっか、気配ちょっと今ね。愛媛は愛媛で、あの長沼選手筆頭に、あの、はい、栃木がやっぱりこう真ん中にこうギューッと守備してくる分、このままだったらもう得点奪えねえやって分かったから、サイドの選手がディフェンダーを外に引っ張ろうと引っ張ろうとしてくるんですけど、長沼選手筆頭にそれは頑張ったんですけど、栃木は頑固ですね、まあ、さ頑固。そこはやっぱりもうしっかり守りのね、守りにとがってますもんね。知らねえと。知らねえと。お前らが釣り出そうとしても知らねえ、知らねえ、俺らは言われても栃木のために走るんだと、うん、お前らのために走るんじゃねえみたいな。いや、そういうことです。そんなところがすごくありまして、まあ、頑固な一戦だったなと思います、ね。いやいやいや、素晴らしいね。うん、楽しいゼロゼロでした。クツさんがレモン牛乳対ポンジュースっていうふうにね、言ってくれてますけども。それはスカウティングでやってくれよ。明らかにポンジュースの方が栄養価は高いです。ね。それはそうでございますね。はい。うん、ということでございました。ゼロゼロドローのゲームでございましたよ。はい、はい、ネクストはこちらもドローでしたが、面白かったんじゃないのよ、ね、1-1でしたけど、まあもう分かりやすく、まず甲府は泉沢選手ですね、はいはい、本当見て皆さんに見てほしいのは、あの左の、サイドのレーンでね、相手のディフェンダーと、まあ、対峙するんですけど、センタリングを振り切って上げたやつでしょ。そうあれはかっこよかったね。あんなにこうオープンプレーの間で止まることも珍しいですね。いや本当よね、止まるんで、もうで他のディフェンダーとか味方も誰も行かないのね、うん、泉沢選手のサポートとかディフェンダーのサポートが誰も行かず、はいはいはい、泉沢 VS のディフェンダーでの1対1っていうなんか切り合いが行われるんです。いや本当そうよね。でちょっと飛び込めない間合いみたいな ね、武蔵の懐に飛び込んだら切られるみたいなことでしょあれね。ね、しかもそれで泉沢選手はいつでも俺いけんだろうってこう、足ずっとプラプラさせてるんですよね。そうなのよね。自信あんだろうね、横サイドステップのスピードにね。うん、ね。結果自分で切り出して、振り切ってクロス、ピンポイントドン。ね、あれね、もう一個理由あったんじゃないかなっていう。内田ドン。そう、まさに今まさに言った通り、このその得点挙げたのが、内田健太選手なんですが、いわゆる、泉沢選手がシャドウの選手、内田健太選手がウィングバック、本当であれば内田がクロスを上げて泉沢が決めきる側の選手なんですよ、それが逆になった。だから内田が上がるまでの間を彼が一人で作り上げたっていうのを言えるのか。そういうことなのね、はあはあはあ、ちょっと別次元ですね。だから彼に時間与えたら終わりだと思うので、うん、でも時間与えずにパッといったらスッと抜かれる感じもするしね。そうなんですね、自信あんだねあれね。そうですね、はい、だから泉沢がクロスをゆっくりと上げてくるときには中で警戒が得策かもしれませんね、クロスを止めることがちょっと厳しいから、うん、
はいはいはい、うん、そうかなと思いましたね。で対して徳島、うん、徳島もねよかった。いやーこちらも良かったですね、うん、ディフェンスライン、まあ、ジエゴとルシャン入れてきて、うん、まあメンバー変えてきたのもそうだったんですが、うん、まあやっぱ得点シーンですね。こちらも PK の、うん、柿田選手まあ奪ったシーンですけど、はい、まあ中潮相手ね、もう与えてしまった中潮選手からしたらなんでっていう部分はあったけど、うん、あなかなかいないですよね。日本人の中選手タイプってなかなかいないです、ね、うわ確かにそうか。自分でプレスかけてゴリゴリと相手陣内にこうどしどしと入っていってそれでいてもらうなんて、うんうんうん、ちょっと本当日本代表行った時のそれこそデカモリスさんをちょっと思い出すくらいの感じなので、うん、まあ東京オリンピックがどうなるかとかまだ分かりませんけど、うん、あのこの日も小川航基選手後で話す通り、まあ、岩田でもね、うん、点取りましたけど取った、ね、まあやっぱり柿田選手と絶好調感ずっと否めあの、ね、ずっと続いてるし、あと他の選手ってやっぱ2トップとか3トップ型対やってるのに対して柿田選手は今の森保ジャパン対応型のいわゆるワントップ型の選手でもあるので、やっぱこのまま本当頑張ってもらいたいなっていうのが思いますね。ということでした。はい、甲府徳島は 1-1 で勝ち点を分け合ったというゲームでございました。続いては水戸東京ヴェルディでございますよ先生。この試合は 0-2 でヴェルディが勝ったという試合でございました。ますよ、うん、大久保選手なんかもね、はい、この日復帰して出ましたね。出ました。試合的に言うとあれですよ、はい、半年ぶりです、うん、あでもそうよね、なんか見てないもんね。そうそうそう、開幕戦出て、中断の間にコンディションちょっと落としてしまって、はい、そうか、やっと戻ってきたって感じです。はい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 、はい、うん。だったんですよね。うん、待ちわびました。ちょっと嬉しかった、出てきた時ね。ね、うん、でこの試合は佐藤雄平選手のフリーキックと、あとはその大久保選手からまあ山本力人を経由して、はい、まあ、最後は、山下亮也選手のプロ初ゴール、はい、うん、そうでしたね。で決まったと、なんかあれですよね、エンプティーゴールといいますか、ダメ押しのね前がかりになったところ、パワープレー来たところみたいな感じでしょ。うん、あのただちょっと山下亮也選手をこうあの自分でもそのあの彼のドリブル、うん、あの対峙して肌感知ってるので、対峙したことあるんですか。あるんですよ。道でいやまさか通学路にいたんですか先生。日体大に取材しに行かせていただいたときに、はいはいはい、言ってたね。そうなんですよ、彼のドリブルをあの本当に間近で体験させていただいてたりもするので、はあはあ、そうあと彼のそのスピードみたいなものが、だそれが本当に生かされた上でのゴールを取ってたりしただから、ちょっと嬉しかったです。嬉しかったね、それはね、いい顔してるもん先生今。ありがとうございます。ね、僕だけが見てますけど先生の顔ね。あれそうですね、ただですねこの日ちょっと紹介したの、やっぱりその山下選手もいるんだけど、はあ、ちょっと違くてちょっとこっちなのよね、はあ、藤田ジョエル千葉選手、はあはあ、まあ01世代の選手でもありますけど、うん、ちょっと行こう彼も行こうオリンピックに、うん、オリンピックに、いやもう森保、いやもう語り行こう、わー A に間に合う、間に合っちゃう、間に合ってくれ、へえそういう感じというか、もう見てると思います多分、海外のあの海外のスカウト陣も見てるはずです。内田選手はあの子いいねって、うん、もうおかしい、うん、あの藤田選手がやってることが、うん、あのさっきの、岡山の白井選手にもちょっと近いんですけど、パスコースを自分のその1箇所ポンっている場所によって、うん、あの4つぐらい消してるんですよ。ほーまさにアンカーよくあの4つぐらい消してるんですよ。4つ消しちゃってます。そうなんですよ。はー1個睨みとかで消さんと無理でしょ。そうなんですよ。で1個はお願いとか、そうそう寝回しとか試合前からのとかしか無理、4つは無理だろうあるんだそのコースが。そうなんですよ、はい、そんなことをやっていて厳しい。ただ水戸はそれをこう分かっててか、分かっててというか、はい、この試合あの両チームともその両チームともその縦突破に早い両チームでもあったりするんですよ。なんですけど水戸がこの日やってきたのが、はい、あの奥田光也選手、うん、まあ、去年 YS にいた奥田選手も今年水戸行きましたけど、はいはい、彼をあのスタミナメンバーに入れることによって、うん、縦だけじゃなくてその一つのレーンだけでガーッと飛び込んでいくんじゃなくて、うん、奥田を一回経由させることで違うレーンにその横パスってことを考え出したんですよ。これ縦意識を違う方向に散らさせていこうみたいなことをやっていくんですけど、はい、で水戸のそのゲームモデルとしては大正解だったんですが、うん、そこに対してなんかひょいっとすごいなんかほわーんとした表情で藤田ジョエル千葉が現れるんですよ、うん、彼が現れることで奥田選手が横に振ろうとするものの
どうも僕でーすってのでこう現れてきちゃうから、やべ、パス出せねえってので、横にパス出せなくなってくるんですよ。ああ、そうなんですね。しょうがないから、もう後ろに出すしかないんですけど、でもそうすると、もう一回ね、やり直しだし、もうヴェルディのディフェンスも返ってきちゃうから、ビルドアップやり直しになっちゃうんで、うわ、やりづらみたいな感じになってて、テンションだるみたいな見とかなってたっていうのが、ちょっと珍しい感じ。ひょいひょいっとこう致命的なコースを塞いでた、どうも僕でーすってことが先生には見えたわけね。そうなんですよ。すごいね、最近でもずっと確かにそういうことやってたんですけど、うん、あの相手からしたらマジめんどくせえな感がすごい上がってきてるので、今後これ続けられるんであれば、やっぱり高卒1年目での1年目はまあそのままヴェルディにいたとしても、まあ海外か J1 かは結構リアルですね、うん、これでもすごいことでしょ、やっぱこれ一人でこのスペースをさ守れるってことはね、だから一人攻撃前に避けるわけですもんね、佐藤入れていいんだもんね、うん、おかしいレベルでしたから。あ、そう、ちょっとそこ注目してまた見たいですねこれね。そう、藤田ジョエルチマだけを見る試合にしてもいいかもしれないぐらい、一回見ても面白いと思います。ご覧くださいぜひ皆さん。一回見たら、うん、あのはい、うちのチームに来てくださいって多分思うと思います。そう思う、思っちゃう。わかりました。水戸はでした。あ、水戸も、まあ、言ってくれた。水戸、そう話しました、ね、うん、はい、わかりました。というゲームでございまして、ゼロニーヴェルディが勝っておりますね、はい、藤田選手熱く語っていただきました先生にね。はい、続きまして群馬琉球のゲームはいかがだったでしょうか。まあ0-1阿部拓磨でしたね、うん、琉球みんなで勝ったわけですから。違う0-1阿部拓磨でしたねって言うと思ったのは違いました。何をおっしゃってるのかなと思いましたけど、はい、いやこれもうすごいなと思ったのが、ここも本当にあの琉球はやっぱり一時期、そのなかなか点取れないとか言ってましたけど、でミルワカのレビューでも、はい、まあ、池田蓮選手を中心とした、うん、サイという戦術をやってますみたいなのをいろいろ言ったんですよ。サイ、はい、はい、なんですが、琉球やっぱもうあれですね、うん、あの怪我で、まあ、今のエース格川井修斗選手とか戻ってきて、うん、もう変わりましたね、もう十分に、うん、あの戦ってるチーム、戦えてるチームになりました。はいはいはい、一時期のその辛い時期も乗り越えて、うん、で一個ね最近やり始めてるのが、うん、あの急に田中啓太っていう戦術なんですけど、急に田中啓太っていう戦術がある。はい、これは勝手に僕が名付けてます。そりゃそうでしょ、そりゃ当たり前ですね。発表します。今日の戦術は急に田中啓太、おーおーおーってなんないでしょ、琉球の中でね、なんないね、うん、はぁってなるでしょうね。そうでしょうね。でも分かりやすい、でも言い方としてはね、そうなんですよ、要は何かって、これあのバスケでよくあるスクリーンアウトっていう戦術があったりする。あ、先生よく言いますねそれね。はい、中盤に池田蓮選手いて、彼を中心としてこう連動のパスワークから前線に迫っていくっていうのが一つの形なんですが、もう一個あの阿部徳馬っていうあのスーパーフォワードがいるんですよ。もう最近はねキレッキレですよね。そうなんですよ、どんな形からでも点取れちゃうので、だからパス型以外に違う方法論も最近試し始めたんですよ。ほうほう、それが急に田中啓太なんですけど。あ、そうなんですね。はい、急にってなってことで、サッカーっていうのはみんな急にでしょ、そんなもん。まあね、そうでしょ。ただ要は何かっていうと、あの中盤とかボランチの選手たちが、琉球の選手が、はい、同一サイドは田中啓太選手が今右サイドバックやってるんですけど、そっちにこう集まり始めて、で集まり始めると相手の、はい、この日だったら群馬の選手たちも、うん、いわゆる同一サイズにこう寄ってくるじゃないですか。寄ってきてなんかパスとかこういろいろやってるように見せかけておいて、うんうん、実はそれは全部あの右サイドバック田中啓太をフリーにして奥にこう侵入させるための罠で、でそうすると気づくと、なぜか群馬のディフェンスラインの裏に田中啓太が抜け出していてボールを持ってるって状態になってる。なるほど、そこを狙ってるわけね。それこそが急に田中啓太大作戦。そうなんです、うん、で結局それでその田中啓太のクロスから阿部拓磨のゴールが生まれたと。ああ、そういうことか。そうなんです。で連動的にそれだから一人をこう不倫させるぞって共通の意識で持ってやれていたのが琉球で。なるほど。で群馬で、うん、やっぱり、ね、この人よりと全然違うなってのは加藤純也選手で、加藤純、うん、あの一人のその体の向きだけで、あの相手のディフェンスの位置かわしたりだとか、はあ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 、あーなんかわかる気がする。そう、個人にも剥がすってことができていたので、うん、加藤純也に対して一人じゃダメだからって思って監視役が二人ぐらいずつついてくるんですよ。いわゆる別に近くでそのドーンとこう例えばタックルしちゃえば正直奪えるってところはあるので、はい、
もう遠目からある程度こう2人こう監視する2人3人でこう加藤純也を監視するようになるんですが、逆に言ったら加藤選手が 2,3 人の相手のディフェンダーをこうピン止めしているような状態にもなったりする、うん、監視っていうのは加藤純也にかまけなきゃいけないってことですか、はい、そうですね、他は見れなくなるってこと、逆にそうなんです、そうなんですよ、なるほどね。ただ唯一言えば群馬もそこも群馬をその加藤純也使って相手のディフェンダーたちをこうロックさせることまでできてたんですけど、はあはあ、唯一1個だけ枠に届かなかった、うん、やっぱり枠がまだ遠いんだなって。でも、うん、その代わりね大前とあと林がまたちょっと距離近づけてきてるなっていうのと、前線メンバーがやっぱりこう密になり始めてるのは間違いないんで、うん、そこは通り始めてるからこそあとはもう今度枠なんだなっていう、うん、なるほどね。まあ、まだまだちょっとホームで勝ててないってのはありますけど、まだ0勝っていうのはありますけど、うん、そうですね、まだ扉が開かない感じの群馬ではありますね。そうですね、こんなにこうどうしてもこう疲れが見えてきてるシーズンのはずなのに、うん、連携度は上がってるの間違いないから、はい、まあ、もうちょいでトンネル出すとは間違いない。まだまだね、でもシーズン始まったところだよね、ここで調整成功してブワーッと上がっていくチームなんかいくらでもあるもんね、いつもね。なるほど。あとは本当怪我だけ注意していただければ、わかりました。はい、という群馬琉球をお話しいただきました。続きまして金沢京都でございますよ。2-0金沢と、はい、なんと宇多賀風司成功、おお、はいはいはい、やりましたね。あんまり宇多賀が得点してない得ね、試合を見るのは久しぶりのような気がしてますけど、そうですね、印象的には。はい、でもこれもしかしたらだ、うん、これもうちょいシーズン進んだ上で解析しなきゃいけないなと思うんですけど、はいはいはい、ある意味金沢ってまあ怪我はしてるけど、うん、ルカオさんがまあいたじゃないですか、うん、で去年なんかクルーニーがいたから、うん、とんでもない化け物フォワードを抑えていく方法みたいなことはもしかすると、うん、ああ練習で、ね、金沢ディフェンダーたちそうやってたから、はあはあはあ、ある意味ちょっと楽だったのはあったのかなと思いました。そういう推測もあるってことね。もしかするとこの日、うん、この金沢としては、はい、宇多賀が出てこなかった時の方が嫌だったんじゃないかなっていう。出てこない方が嫌だ、宇多賀はやれるけどゴンゴン来るならやれるけど、うん、こうスルスルかわしてくるような例えば中川和樹と曽根田とかっていう、うん、ツートップとかで来られた方がディフェンダーたち嫌だったんじゃないのかなとは後から見ると考えました、うん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 、なるほど。はい、で、この試合なんですが、まあ、加藤選手がこれで4試合連続ゴールかな、うん、加藤美月選手、金沢が。ってのはあったんですけど、もうマン・オブ・ザ・マッチはもうダントツ1人で、久保田涼選手。前節、愛媛戦かな、この間の愛媛戦の時に、いわゆる途中から出てきて、信じられないぐらいに、はい、いい活躍してって、まあ、終わってね、はい、逆転劇に貢献したなってこととかもありましたけど、うん、この久保田選手がね、なんかすごいなと思うのが、出てきて早々、ピッチフラフラしてるんですよ、最初、うん、大体。どうしよっかな、どうしよっかな、みたいな、こう、なんていうか、ね、子供がこうお菓子コーナーでこう何を買おうか迷ってるような感じなんですよ。久保田選手、そうはあ、最初のの、でもそれって多分その日のいわゆるその状況下においてどこが今なんか相手きつそうにしてるのかなってことを見つけてたんだろうかなと思っていて、そこ見つけてからはもうガンガンそこだけをこう突きに行くシーンが多かったんですよ。それ先生が見てたわけ、入った時からずっとって、だってあれですよ、だっているじゃないか、スーパーとかで我々行ってなんかわーってこう動き回ってる子供いたらなんとなく視線向くじゃないですか、キョロキョロしてる子供とかいや、まあそうですけどさ、ダゾーンのカメラがずっとその子供抜いてるわけじゃないですから。まあね、でもそれはもう、まあ、先生の選球眼脳内カメラが追ってたわけだね。そうですね、なんか面白いなって。でそれで場所見つけておいて、まあ、主にはそのバイスの、まあ、左側みたいなところですけど、そっちに対してこうアクションすることが多かったなぁと、なるほど。で京都なんですけど、うん、それに対して、まあ、唯一怖いのがその2連続アウェーなんですよね、ここ。はいはいはい、だからあさってまたアウェーなんですよ。あらま、新潟かな、そっか。だから一回京都帰るの大変ですね、近いのに。金沢、新潟ね、そうなのね、うんうん、近くもない、まあうん、ただでもちょっとね、やっぱりホームで一回こう今までだったらホームやってアウェーやってホームやってみたいな感じ。まあそうだよね、そこで勝ち星で、ねうん、取れるっていう安心感あったのかもしれないけど、はいはい、ホームで引き分けた上で、ね、はい、で、うん、アウェーで負けたって状態で、それでまたアウェーなので、ここのちょっとメンタルがちょっと心配ではあるなっていう状態です、うん、でも宇多賀さんからしたらもうね、もっと遠くから来てるわけだから、もうずっとアウェーなわけだから、まあ ね、バイスからしてもね、はい、うん、であとここでちょっともう一個、うん、せっかくだからちょっと言っておこうと思うんですけど、ちょっと面白いこと言いましたよね、私今ね。
いやいや、一応ね、一応言っときますけど、はい、ごめんなさいね。で、あの、ちょっとね、はい、みたいな、ちょっとね、どうかと思いますよ、先生。はい、各あの、J2 の試合の解説の方々が言ってたんで、これ伝えたいなと思ったんですけど。はいはいはい。あの、まあ、ちょうど今、5連戦みたいな状態で。うん、5連戦だね。うん。あの、強度が、かなり落ちてますねって話があったんです。ああ、それはなんか僕なんかでも感じましたね。やっぱこの疲れないようにお互いね、うん、まあ見てても、ね、勝負どころでしっかり走るためにみたいなね。そうなんな感じましたよ。ちょっと、うん、やっぱ熱いしね、うん。そうなんですよ。90分の体力の奪い合いですからね、サッカーはね。そう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 。だからあのウィニングイレブンとかその FIFA みたいなところで言ったら、うんうん、今ねそのずっと出場を続けてる選手たちで言うと、あの本当のそのもっとだったら持ってるそのスタミナゲージあるじゃないですか。はいはいはい。うんうん、だいたいみんな今30から 50% ぐらいやってる。ああ元々のものがね、うん。そうなんですよ。そらそうだろうね。でもだけどこれ難しいのが、うん、あのそれで。だから要はもう、うん、ゲームモデルとか戦術とか言ってられないんですよね、もう今。言ってられない、確かにね。だって、30、50って結局、もしゲームで言うんであったりとしても、うん、30分ぐらい切れちゃうじゃないですか、そんなゲージ。切れちゃう。切れちゃうよ。うん。ヘロヘロよ、最後。どっちヘロヘロじゃないですか。うん、だけど、じゃあこの中2日、中3日が続く中で、1日は完全オフだとして、うん、それ以外のできるその1日の例えば練習時間の中って、うん、敵に対するその戦術確認を行うのか、うん、または完全にリカバリーをするのかのもう2択しかできないから。ね、リカバリーの方でしょうね、でもね。まあ、てか、ね、人間の体のことを考えたらリカバリーになっちゃうんで。そうよね。敵の分析なんてもやってる場合じゃないなっていう。当日集まって、こうでしょって感じかな。そうですね。またはやれたとしても落とし込むことができないので、あ、そうかそうか。ちょっと難しいなって思ってますね。解散日にね、プリント配られて覚えてきてねって感じ？うん、もうそのレベルだと思います。やっても。そうですか。うん、もしかスマホにそのあの映像チームが映像作ったらこれだけ見といて。そういうのもあるんだもんね今ね。はあ、はあははあ、やれてもその程度だろうなと思います。頑張っても。このペースでやっぱサッカー見せてくれてることにはもう感謝ですよ本当に。感謝ですけどね。本当ですよ。でももう今更い、うん、ね言いますけど、うん、まあ J1 と J3 は10試合、で J2 12試合やってきて、はい、あのもう何対何があったかとかもう半ば分かんないですよもうね。やつぎ早に見せてくれるからね。そうなんですよね。やっぱり染み込む時間がないよね。ないですね。いいことだけどね、ついすぐに上塗りされるから、たとえ敗れても、ね、うん、次の試合にすぐ臨んでいけるじゃない。そうなんですよ。これちょっといいよ。気持ち切り替えないともう無理です。うん、勝手に切り替えもなっちゃうとは思いますけど、まあそんなかなってちょっと思いますね。わかりました。ありがとうございました。はい、2対0金沢勝っております。確かにね、走るサッカースタイルをしているところはなかなか厳しいみたいなところありますよね。そうですね、はい。さあ、岩田千葉でございます。こちらも熱くございましたな、先生。1対2。1に千葉。うん。でしたね。ジュビロ、小川航基、そして千葉は、はい、安田と川又と。いやー、どっちのゴールもすごかったよ、千葉。そうですね。カバーニとスアレスみたいなゴールありました、ね。ああ、ほんとそう、あったあったあった。山下啓太とか、あれカバーニとスアレスだ、あれ。あれですね。まあ、ロシアワールドカップでやったやつみたいなことやってましたから。あと、トッティとビエリね。あんなよく見た昔。その流れの中に、二人でやっちゃうのみたいな。ねえ。この日は僕、めちゃくちゃ良かったなと思ってて。だって、1点目がその、フォワード2人で決めたゴールで、2点目は安田1人で決めたゴールだった。本当だね。本当だったあれは、うん、いやただ、あの、まあ、いわゆる千葉の監督ユン・ジョンファンって要は、あれなのかって最近考えたのが、何でしょう、ヨーロッパでいうアトレシコ・マドリード のシメオネ監督なのかなって最近考えるようになりました。ジェフ・千葉はだから、うん、目指す形はアトレシコ・マドリードか、ほうほうほう、攻めは攻めみたいな、攻めは攻めなんだけど、うん、どっちかっていうとその堅守、うんうんうん、あの皆さんご存知かわからないですけど、あのシミオネさんってアトレチコマドリードで今これ何年から指揮してて、指揮してる試合の 60% が無失点なんですよ、うん、すごいよね、アトレチコといえば堅守ですよ、うん、60% 無失点ってちょっとおかしすぎますけど、そうですね、でも狙いはそれなんだなと思ってて、要はいい守備があって初めていい攻撃というか、いい守備ができた時って結局ごちゃごちゃしてる守備だったら結局、はい、
食らっちゃうんですよ、うん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 、組織化された守備になるほどね、人権整ってるわけですからね。そうですよ。でそれがまさに2得点目がそうだったなと思ってて、うんうん、安田選手が一人でずっとロングドリブルで相手陣内にこうガーッと行ってるんですけど、うん、よく見るとその脇にその、うん、同じその攻撃の選手たちが千葉の選手が揃ってて、そうだよね、絶対パス出すだろってところにいたからあんだけ抜けるわけだよね。そうなんです。なんでジュビロの選手たちとしては、うん、そっちのパスが来るっていう意識がある分、ね、ずっとそこで待っちゃって、よく見ると3対5とかで千葉の人数の方が上だったから、なるほど、ね、結局安田のゴールだったけど、まあ、数的優位をうまく作り出していたんだなって、面白い。でこれまさにアトレチコマドリードがまさに同じようなことやってるんで、そういうことなのだね、うん、ぜひ千葉は日本のアトレチコマドリードになっていくと思います。そういうことですな、いやしかし川又選手の話を言うとストライカーだったね。あれも確かカバーにスアレスっぽいあれね、あれはもうすごいっすね、胸でトーン落としのね、逆にストーン、かと思えば小川航基も俺膝で決めたのはこのシーズン初めてじゃない、そうですね、膝の皿で決めましたからねあれちょっと痛かったんじゃないかなと思いますけどうん、うん、あれはみんなにいろんな意味で痛かったですね、本当ね。新井選手も悔しかっただろうし、そうね、あれちょっとかわいそうだなと思って、新井選手、うん、新井選手って、うん、あとなんだろうな、 J リーグ他で言ったら、例えばとあの徳島の上福本選手とか、はいはい、あとチョン・ソンリョン選手とか、うん、飯倉選手とか、うんうんうん、確かにああやってこうディフェンダーたちにこうからボールが戻ってきたときって、はい、あのいわゆるそういうつなぎの足元のうまいゴールキーパーだったら今までパスで絶対こうクリアしちゃうんですよね。こうよくそのわーってこう慌ててると遠くまでとりあえず飛ばせばいいやってそういう割り切り方すればいいのに、うん、パスでつなげようとしちゃうってところ、うまいとね、足がうまいとうまいから、うん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 、でしかも生瀬新井選手の場合は去年川崎にいましたからつな、うん、げって学んでるので、ついてるもんね、そう、あれは後悔もでかいだろうね。でもあのスカウティングであるんだろうね。でしょうね。繋いでくるから飛び込めっていうのがね。そっか。そうでしたね。まあ、あれも一つの嗅覚でしょうと。うん。うん、決めました。あとこの日ジュビロ良かったなと思うのがやっぱり伊藤洋輝選手なんですよ、うん。今ディフェンダーに入っている。はいはい。彼の本当一撃打開する左足っていうのがすごく良くて、うんうんうん、要は。千葉はね、がっつりそのペナルティーエリア陣内にこう守備で引きこもることも多いかなってチームではあるんですけど、はいはいはい、センターサークルで自分たちがボール持ってるよりも、うん、例えばウイングのポジションぐらいにこう、にボールを配球して、そこからこう攻めた方が、相手の急所狙いつけやすいってところはあったりするんですよ。うん、なるほどね。そう、それ分かってるから、もうとりあえず自分のところにボール戻ってきたら、うん、もうワン、もうパンと叩いて、うんウィングのところもボールをピンポイントで供給して、そこから攻撃を始めようとしたりだとかもする、ね。はいはいはい。まあ彼もだから早いところ欲しいっていう風になってるようなチーム多いと思うんですよね。そうですか。まあもちろん自分たちで昇格したいってのあるでしょうけど、うん、ジュビルとしても、うん、早く伊藤を使わせてくれみたいな感じで、一石金はたいてでも欲しいみたいなチーム、ね。これはだからそういうのもあるから自分らで準備も上がんなきゃいけないよね。そうですね。これは名勝負でございましたな。さすが古豪同士の一戦でございます、ね、はい、ということでございまして、ラストは山口対大宮でございますよ先生。1-0山口ということになりましたけど、なりましたね、県主大宮に山口勝ちましたけど、うん、なんかさ序盤からテンション高くなかった両チームね、この試合高かったですね、めちゃくちゃなんかね、だ持つ夏よって思ったよ最初からねやっぱ選手点が欲しかったみたいなことなの？まあそうですね。あと山口としてやっぱり最近負け込んでしまっていたのもあったんで、次は絶対勝つぐらいのテンションでありましたから。あれもあるのかね。元気なうちに一発取っちゃおうみたいな。それもあったかもしれませんね。ただ何よりも本当勝利を渇望していたっていう可能性の方が本当高いんじゃないかなとは、まずは思っております。はい、でこの試合なんですけど、はい、まあ、得点したのはまあ浮田健生選手でした。はい、でまあ、左からのね安西和樹選手のもクロスがもう必見すぎるので、うん、とりあえずもう皆さんそれを見てほしい。確かに左からの安西和樹、確かに、うん、あのクロス持ってあの安西和樹選手が左足で弾くようなクロスを放つんですけど、うん、柏レイソル時代のその酒井宏樹みたいなアーリーのねギュンっていくやつね、うん、パチンとこう弾くようなクロスを見せる人があんまり多くないので、はい、なるほど、玉質の話ですな。そうですね、はあはあ、クロスだけでも一見の価値あるとは思います。はいはいはい、
私ね、クロスみんな好きなんですよ、はい、それがね、クロスいいですよね、決まろうが決まる前が、ね、あれスタジアム行ってクロス上げる背中から見てたらギャンっていくのよね、あれね、ね、あとクロス上げ終わった後の体見るの、姿勢見るの、姿勢見るの、あー、わかるね、転がっちゃう人とかもいろいろいるじゃないですか、そんな蹴り方であんな球いくみたいなね、ある、あとはなんか肩の力抜けてさ、こう足もなんかこうなんていうの、遠心力でこういう軽く振ってんのにギャンっていく感じのね、たまりませんよね。たまりませんよね。回転があったりとか、斜めにギャーンって入ってったりとか、ね。いや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 、ちょっと今度クロスだけの1時間やってください、先生ね。やりたいですね。クロスの話ね。クロス回、で、この日ちょっと面白いなと思ったのが、はい、やっぱりレの方は左から攻めたいんだろうなーっていうのがすごく垣間見れて、左、まあ、ホーム選手とか高井選手も含めて左に、まあ、チャンスメーカーたちが揃い、はいはい、まあ、右の、まあ、浮田で決めたいんだろうなーって流れがすごく多かったんですけど、うんうん、それをよりあの彷彿させるのが、まさにちょっと得点シーンも確かそうだったんじゃないかなと思うんですけど、うん、右サイドバックに入ってて田中陸選手が、うん、右だけにいないで真ん中まで来るシーンって結構あったんですよね、うん、真ん中まで来てちょっとパスワークに参加してったりとか、はいはいはい、そこからボラあのセンターバックとかボランチ経由しないで自分で真ん中まで来て田中選手が左サイドにボール出すとかっていうシーン結構あって、はいはいはい、うん、なんかそういうなんかポイントガード的なんじゃないけど、戦術としても左から行こうぜっていうのがみんなに、うん、こういうことがあったんじゃないのかな、うんうんうん、ね、なるほどな、まあ、お長警戒とかいろいろあったのかもしれないですけどね、あー、お長に取られるとね、うん、早いから夏でもあいつは走ってくるからめんどくせえからっていうのがあったのかなと思いましたけど、そっか、うん、あーボール来なかったらね、やっぱちょっと難しいもんね、いかに早くもね、そうですね、うん、ただ大宮の高木監督からすれば、うん、まあ負けたよねみたいな感覚だったみたいですね、うんうん、あんまり大きくこう考えてないというか、こういうこともあるよね、長いシーズンね、うん、ってこと、あとやっぱりまあそもそもその自分たちでそのやっぱ今季のメンバーの連動性がまだ高まってないというか仕上がってないから、はいはい、やっぱそういう風な試合になって、こういう感じの試合になっちゃうと連動性が必要になってくる試合になると、うん、まあ、まだそこまで出来上がったり僕らとしてはきついよね、うん、みたいな、なるほど、でもそう言ってくるってことはもう練習で今そういうところ段階まで来てるってことになると思うんですよ、うん、なるほどね、うん、仕上げてる最中だからまあ待ってよ、あ、なんかそう、なんか落ち着いてる感じすんで高井監督ね、うん、あ、この試合をレノファ勝ってレノファとしてはもう調子も上がったし、うん、大宮としては負けはしたけど別に調子を落とした負けではないのかなってのをすごく感じた、着実に先を見てやってるっていうことですね、うん、かなと思いました、さすがですね、すごいですね大宮ね、はい、うん、ということでございました、はい、皆さん実ありがとうございました先生、以上でございます、はい、皆さんもありがとうございました、たくさんのコメントありがとうございます、うん、ね、高木監督のあのマスク姿がかっこいいって言ってみんなね一緒に見てたんですけど、うん、こう言ってましたよ、白髪にさ黒いマスク、ね、はい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 、姿もかっこいい、色気があるんですよねあんな感じじゃなかったですけどね選手の時ね、ちょっとなんかドス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 系の感じでしたけどね、まあね、もう今は息子さえ J リーガーですからね、うん、そういうことかよ、そういうことですな、うん、そしてベストイレブンでしたっけ、はい、ベストイレブンでございます、はい、ありがとうございます、ドスンこちらでございます、 J2 ベストイレブン先生選んでくれました、はい、はい、うん、まあ、右側は試合別のマンオブザマッチとなっております、はい、うん、まあ、スタメンですね、はい、まあ、金沢組が、真ん中全部陣取りまして、金沢の白井選手、石尾選手、広井選手とセンターバックオールキー、はい、すげえな、はい、で右にはヴェルディ奈良選手、左には安西和樹選手、うん、でボランチにさっきねご紹介させていただいたもうスーパーオーガナイザーの2人、うん、藤田ジョエルチマとして、そして岡山の白井選手が入りました、で前線にも実は金沢組が入りまして、うん、久保田選手と加藤選手が入り、北九州ディサロと甲府の泉沢選手が入りました、ちょっと先生金沢 B 気が過ぎませんかい、これはまあでも僕が選んだわけではないのでデータ的に出てきちゃったから、神が数字で選び出したわけでしょこれね、そうなんです、数字があぶり出したわけですねこれね、はい、ああなるほど、こんな感じとなっております。まあ、ベンチはね、千葉の山下選手、ベルディの山下選手、うん、琉球の阿部選手、で山形の南選手と岡崎選手、松本選手、うん、で松本の塚川選手に山口の山田元気選手となっております。うん、なるほど、このようなメンバー。ということでございました。魅力的ですね、こう前説見てますと、より魅力的に先生が語ってくれるからね、そういう風に見えちゃうね。ありがとうございます。全部見たわけですよね、先生、この試合ね。楽しかったね。どうなってるんですか、どういう時空を生きてるんですか。だから僕の寝る時間もおかしくなってるんですよ、だから。そうです、そうだよね。そうなんだよ、今最近は。過密日程だからね。そうですね、今日午前11時ですよ、寝たの。起きたのじゃなくて、寝たのが。寝たのが。
あ、そうですか。はい、起きたのが15時です。なんかランチの仕込みをしてから倒れたみたいな感じですね。店は任せたっつって。あ、そう。そうなんですよ。お疲れでございますけどもね。はい、その辺のまたあね、時間使ってあぶり出してくれた。次は、J、何？ワンでございます。ワンでございます。こちらでございますよ。ワン、お待ちの皆さん、お待たせしました。ワン、はい、ワン。こちらでございます。千葉の時言ってください。はい、ということでね、札幌対川崎から見ていきましょう。いや、札幌対川崎。いや、川崎が強かったっていうゲームでした。これね、そうですよね。強かったですね。1対6。第6だった1対6です。そんなでした？はい。あちゃー。1対6なんですが、はいはい、この理由は、まあ一応ね、まあ表紙になってる通り分かると思いますが、まあ旗手ですよ。はい、まあ MVP は。旗手選手はね、ルーキーでしょだってね。うん。ただね、うん、こうなった理由は、車屋です。はい、ほう。この日、登里選手に変わって、はい、左サイドバックに入ったのが紅村慎太郎選手だったんですけど、はいはい、まあ、彼がまあゴール決めたわけですよ。その時にね、うん、その時、歴史は動いた。うん、あ、松平さん。はい。もうちょっと松平さんっぽく言ってもらっていいですか、もう一回。はい。9。ごめんなさい。ごめんなさい。わかんない、わかんない。見たことなくて、実はわかんない。あ、そうなんですね。あ、僕がふざけてんの真似してた、今ね。そうなんです。わかんない。ごめんなさい。その時、歴史は動いた。そうなんだね。はいはい、そうです。はい。車屋選手が得点した直後に、まあ、幼馴染の谷口翔吾選手が、すぐ駆け寄ってきてくれて。幼馴染だからね。で、よくやったみたいな感じで、こう、セレブレーションするんですよ。そういうシーンがありましたね。はい。はい、それ以降の車屋さんなんですが、神になってました。もう、何ですか？試合内で。もう調子出ちゃったってことですか？もう調子が良くなっちゃって。車屋さん、大好きな人誰って聞かれると谷口って返すんですよ。うん、ああ、そのぐらい仲がいいってことですね。そうそう。だからそんな大好きな人にこう褒められたもんだから、もう恋する女の子ですよ。なるほどね。嬉しそうに喋ってはりますね、先生。いや、もう今日は、もうそういう、もう BL です、この試合は。BL？ 何を言ってるんです？何を言っとるんだ？ボーイズラブってことですか？そうですよ。みんなもう知ってるでしょう。もう最後の6点目のシーンなんかもう言わなくてもいいでしょうと。6点目のシーンどんなんでした？右サイドから旗手がクロスを上げてグラウンダーで小林優が決めました。ああ、すごかったよ、あれ。やったーってので小林優が旗手を抱きつきながら倒れて、ピーってまあ笛とかも鳴るんですけど、カメラが抜いていたのは小林優と旗手レオが寝ながら抱き合ってるシーンで、その裏にあった広告が白い恋人。違う、それは違う。物理的にあり得ることだし、ね、サッカーでは折り重なって喜ぶっていうのは別にこう珍しいことじゃないよね。白い恋人は札幌のメインスポンサーですから、それはそういうこともあるでしょうよ。ね、うまい。ただまあ、うまい、まあ、もう確かにうまいこと言ってましたよ、今。スビートな表現でしたけど、BL っていうのはちょっと違うんじゃないですかね。いや、もうゴリゴリの男たちでしょ、シュッとはしてるけどもね。でも本当可愛かったんだ。だってもうみんな見てほしい。谷口にセレブレーションされた後の車の、本当はすげえ喜びたいのにちょっと我慢してる顔とか。喜びたいのに我慢してる顔。そうとか。今まで緻密なサッカーのね、ジョエル・チマの下りとか、ね、細かく表現、そんなとこまで見てましたかっていう感じで聞いてきましたけど、何なんですか、J1になった瞬間。喜びたいけど喜べない心情とか、はにかんだ顔とか、何を言ってるんですか、さっきからずっと。やるよ、ちゃんと。ジュニーニョの話とかもしたかったの、小林優のね、この日、1得点目の1得点目したときに、はいはいはい、セレブレーション、ゴールセレブレーション、普段とは違くて、うん、ジュニーニョのセレブレーションを、ね、はい、するんですよね、かつての大臣、はいはいはい、いわゆる、かつてのね、その川崎のいわゆるクラブの得点記録、ジュニーニョ、それを上回ったと、小林優がこの試合に似てると、うんうん。そうなんだね、うん、はいはい。その話もしたいし、やっぱり旗手と三笘のこの大卒ルーキーコンビがもうバカすか、ね、バカすか点取り合ってみたいなところ。いや、だってしかも首位をひた走るチーム、しかも J、ね、日本の最高カテゴリーの首位のチームですよ。そこでルーキーがスパパンパンと言ってるわけですから、うん、これはすごいことだ。でもそれ以上に話したかったのが、うん、もう本当にもう車屋とあとは小林旗手のもうその話がしたくてしょうがない。いい顔してます。みんなと共有したかった。
ね、はい、あのコメント欄で喜んでる方もいっぱいいらっしゃいますから、ありがとうございます、ね、はいはいはい、ふざけんなと思った方々、うん、すいません、ちょっとやめられないかもしれません。そんなことない、それサッカーを見る喜びの一つというかね。そうですね、まあ、ちゃんとここから話します、はいね、私はもうなんですかね、半目に立って言ってるだけですから、私も喜んでます私も喜んでますよ、それは、はい、じゃ あのちゃんとここからいきたいと思います、バランス取ってるだけですから、はい、はい、うん、まあこの試合、まあ長くなってまあ多少しょうがないかなって試合ではあるんですけど、うんうんうん、まあそもそもじゃあなんでこうなったのかって話はちゃんとしなきゃいけないなと、そうですよ、だって先に取ったのは札幌なわけですよね、うん、あ違うか、あこれ79って書いたのかな、はい、あごめんなさい、はい、J のメゴールもいいゴールでしたよ、でもそうなんです、うんうん、ただね、この試合やってきたのはまず川崎がまず一つあったんですが、はい、札幌も別に何か劣ってたとかそういうことはまず序盤戦あるわけではありませんでした、うんうん、ただ本当に問題点が、車屋が最初に先制点を取ってしまったことに全ては尽きてしまうんですよ、はい、この試合もともと札幌が狙っていたのが真ん中のチャナっていうところと、あとは、右のルーカス・フェルナンデスに、逆サイドの福森からのボールをこう受けてもらって、タッチダウン的に受けてもらって、中にカットインして、そこからのチャンスメイクって流れではあったんですが、最近得意なやつだよね。そうですね、うん、ただそのルーカスと対面している車屋さんがもう完全にあの神になってしまったので、あーそうか、ルーカスが完全に封じられちゃうんですよね、やれることがなくなってくるというか、ははははあなるほどね、しかもだんだん車屋さんもあの後ろに、うん、あの結構圧をかけてきたりもするようになっちゃったので、谷口さん俺のこと見ててみたいな、翔吾見ててみたいな、そんな感じになってくるから、うん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 、ルーカスがちょっとだんだん後ろまで行くことになっちゃうんですよね、うん、そっか、そうなんです、でそれ以外にもあの札幌としてはこの試合で復帰してきたこの福森もちょっとまだあまりよろしくなかったのかなとかもあって、うん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 、であとはもう一個問題だったのがいわゆる流れってもんなんですよ、はい、車屋が取ったことによって、しかもあの 4年ぶりのゴールとかだったから、うん、はい、あの実は札幌のディフェンスがセットプレーの時見て、車屋選手のゴールの時皆さん見てくれればわかるんですけど、うん、車屋マークしてる人いないんですよね、そもそも、うんうんうん、来ないだろうと、あまりノーマークだったわけね、うん、そうの他の方がまあめちゃくちゃねマークしなきゃいけない人たくさんいるから、そうだよこの前の5人は、うん、そうそう、最も確率低い人はまあいいやって状態になってたら、うん、その人にめがけてきたってので、なるほど、うん、だからそれでしかもねいい状態になっちゃったから一気にも川崎ペースになっちゃったんですよ、うん、でその中で唯一一撃あの打破する展開があったのが、うん、チャナがミドルを放つシーンがあったんですよ、 ありました、はいはい、それがバー叩いちゃうんですよね、うん、それが入ってればっていうことよね、でも逆に言ったら、うん、やっぱりバー叩いちゃう流れなんだなっていう、うん、あなるほどね、そうだからそれでいて後半に入った時に、あじゃあこのままだったら自分たちの今の流れは出てこないから、今までだったら守備と田中俊太を出してくるみたいなことで流れを変えてきたように、うん、この試合はどうしても出場停止で田中俊太を出すことができないから、あのこの日、デビューしたあの特別指定選手の小柏を下げてまで J を入れて、うんうんうん、強にでも流れを持ってこようとしたんですよ、なるほどね、うん、ただその流れを変えてくるだろうと、札幌がきっと流れを変えてくるだろうと踏んでいたからこそ、変えたのが田中碧と三笘薫と川崎は変えるわけですよ、うんうんうん、流れなんか渡さない、もっとじゃあ我々により勢いを増させてやるってので三笘入れた結果、うん、なるほど、山根三笘で2点目が決まると、バチ当たりってやつですな、そうですね、はははでこれ多分鬼木監督が睨んでいたのはもう一個あったんですよ、うん、きっと我々が押せば押すほど札幌はディフェンスをしなくなる、うんうんうん、押せば押すほどディフェンスをしなくなる、はい、三者監督の一つのポイントなんですけど、うん、結局その後後半10分でレアンドロ・ダミアンが得点したことによって 3-0 になったわけですが、はいはいはい、三者監督はそういうところで諦めない人なんですよ、あほう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 、追いつくためのことをやってくる、あ顔真っ赤にしてあの、うんキーってなるタイプっていうこと、うんうん、だからもう札幌じゃない川崎からしたら、うん、よしじゃあこの機会に得失点をプラスもっとやっちゃえっていう感じはあったのかなと、で結果そのダミアの得点の直後ミシャ監督はベンチ動くわけです、うん、センターバックの進藤と福森を下げて、うん、サイドハーフの中野とフォワードのアンデルソン・ロペス入れるんですよ、うん、いやもう打ち合う構えだ、そうなんだから3バックの並びが札幌、うん、左がもともとはウイングバックの菅、うん、なるほどね、真ん中がもともとだったらプロの入りはトップ下だった宮沢、うんうん、右にこの日もシャドウやってた駒井、うん、ディフェンスはっていうそんな3バック、これは結構リスクを承知でってことだね、そうですね、これがミシャスタイルなんだね、
そうですね。ただそこから今度はね、ゼロ旗手、旗手からの流れで三笘が決め、うん、まあ1点をそういうオフェンシブになったからこそ、まあ、J のゴールは決められましたが、最後の最後、後半42分50分と、まあ、U が2連発と。そっか。うん、しかも三笘の。攻略したってことだ、川崎の方がね。あったかなと思いますね。動いてきたことさえも、ちゃんと見切って、かわして、うん、スルスルと入ってってことね。そうですね、マセルさんナイスパーでございます、ありがとう。ナイスパーでございます、うん、ありがとうございます、うん、今めちゃめちゃ気持ちよく会社で残業しているので、この合計が健康がこの中に入れなくて寂しいだろうな。あ、なるほど、まあそれはあるかもしれませんね、うん、で札幌からしたら別ね、うん、札幌からしたら別にだからこれで6失点したからといって、うん、落ち込んでいることとかは僕はないと思ってて、うんうんうん、まあ、この日はもうがっつりやられはしましたけど、うん、まあ要は、ある意味オフェンスになったからこそ特にね、後ろの3失点とかあったので、この試合一番その反省しなきゃいけない点がもしあるんであれば、やっぱ車屋にマークをつけなかった。そこに尽きてくるのかなとも本当に思います。はいはいはい。後半の後半はバイエルンのようだったというね、大月さん。そうですね。これはもうだから、もうその後半途中からは、もう札幌がどうとかじゃなくて、いわゆる単純な流れだったので、もう。もうそういう状態になってたから、それでもう打ち返すこととかってもう厳しくなってたので、なるほど、その前でも叩かなきゃいけなかったな、うんうん、札幌はっていう形でした。なるほどね、はい、はい、というゲームでした。札幌対川崎1対6という結果になりました。うん、はい、まあ強いね、お強い、ね、お強いね。続きまして仙台対清水のゲーム、先生いかがだったでしょうか。こちらは0-0と0-0でございましたね。最近結構0-0って珍しくない、はい。いやーだから ねこの2チームからしたら、0-0 はある意味勝ち点3と勝ち点3でしたね、あ、なるほどなるほど。この2チームから欲しいもんね、今どっちのチームもね1欲しいもんね。そうなんです、しかもこの試合両チームともちろん勝ち点は欲しいんだけど、うん、それ以上に欲しかったのは無失点という結果だったはずなんです、あーなるほどね。最近ちょっと失点が続いてた両チームでもあったので、なるほどね、得点はできなかったけど無失点で終わった、はい、しかもある程度両チームとも攻撃し合った上での無失点だから、はい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 、ディフェンスがホクホクしたような試合だったかなとはまず、次につながるゲームだったってことね、両チームともね。そうですね、はははしかもこの日すごく良かったのがですね、やっぱりそのディフェンスたちではあるんですけど、まず仙台からいきましょう、ホームチーム仙台、はいはいはい、面白い、この2チームとも1個面白い戦略をやってきたんですよ。へ、仙台はもともと4-1-2-3、いわゆる4バックプラスアンカー1人で中盤、はい、インサイドハーフ2人でフォワード3人というやり方だったんですけど、うんうん、そこをちょっとやめてボランチ2にしたんですよ、うん、で中盤の形をね逆にしちゃった、ね、そうなんです、うん、逆にしたってことがありました、うんうん、はい、でそのボランチの1枚に入れてきたのが、うん、本来昨年は水戸で、サイドバックをやっていた浜崎拓磨選手がボランチに入ってるんですよ。26番浜崎選手、そうなんです、もともと FC 大阪出身です。そうなんですか。実はここにもJFL 出身で J1 までたどり着いたっていう選手がいるんですね。はい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 。で、そんな選手が課されたことは、新偽サイドバックです。新偽サイドバック、そうです、もうもはやもうどう言っていいかわからないでこういう言い方にしましたけど、うんうん、すごいざっくり言えば偽サイドバックって、うんうん、サイドバックの位置から左斜めに前に進入してきて、はい、いわゆる中盤でのそのボラン、ボールのね、展開にこう入っていく感じなんですが、うん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 、そんな浜崎選手、サイドバックやりながら、うん、いわゆるボールの扱いがめちゃくちゃうまい選手だったんですよ、はいはい。で、仙台でもその偽サイドバック一回やったんですけど、うん、じゃなくて、だったらそんなことさせるぐらいだったら、うん、そんなにボールコントロールうまいだし、お前中盤やれよってので、ミッドフィルダー起用になったんですよ。はあ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 。そしたら、うん、そこからバンバンボールが供給されるんですよ、この試合。はあ、はあ、あれ柴崎岳がいるぐらいのそんな感覚でボールが供給されるんですよ、これはもうそこにまず起用してきたこと自体がもう勝ちだったなっていう、うん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 、要は偽サイドバックやるってなったら結局サイドバックからボランチのところにいわゆる入り込まなきゃいけないっていう番一つのこうアクション必要じゃないですか。それなくした上でできるようになったから、はい、それはボランチじゃないですか、ただの。そうなんですよ、ただね、うんうん、仙台いないんですよ。ああ、そういうこと。そういう人がいなかったから、ね、ワンアンカーにしてたんだけど、うん、そうするとサイドバックはもっと違うアクションに専念できるし、うん、まあ、ある意味もともとの普通のパターンになったって考えれば考えればいいっちゃいいだけの話なんですけど、まあでもサイドバック属性を持ってるわけですもんね。そうそういうことやってきた。その目線も持ちながらってことですね。はい、でそれに対して清水は、はい、もういわゆる本当にある意味純正偽サイドバックやってきたんですけどもう何言ってんのかな
気丈で論がもう本当にカオスになっちゃってるからもう。ねえ、純正偽サイドバックピュアな人工調味料みたいなね。フレッシュな、ね、フレッシュな、ね、冷凍食品みたいな。ね。まあ、そうか。おかしいよね。新加瀬大衆みたいな。そんな。ああ、ぐちゃぐちゃになってきちゃって、豊島さんも言ってくれてますよ。いや、そういうことですか。いや、だからね、こっちもこっちでおかしいのが、あの、ウィングが、清水は右のね、サイドにこう金子が張り、左のサイドに西澤が張り、インサイドハーフのところにファンソッコとカナイって二人のサイドバックがいるんですよね。まあ、いわゆるこれこそ本当に偽サイドバックの形でしたけど、ある意味、偽サイドバックをやめて、一つのね、形をやめてきた仙台と、偽サイドバックパターンをこうガンガンやり通した清水っていうのが、結局は、あの、攻撃と守備の数が同数になって、ずっと数的同数のまま、試合が進行されたっていう、そんな試合になった。たっぷり四つ回し掴み合ってる感じね。そうですね。お互いやりたいことやりきった上での0-0なので、より良かったんじゃないかなって思って。そういうことですか。なるほどね。ああ、じゃあ次に本当につながる。ね、これはね。はい。はい。0-0。今日の MVP 新加瀬大賞でいいんじゃないですか。新加瀬大賞ベストコメント賞選んでいきましょうね今度ね。ありがとうございます。コメントね、はい、全部見てますんで、はい、続きまして横浜 FC 対湘南ベルマーレでございますよ。まさかのこっち 4-2 ですからね、はい、そうなんです。そうなんですよね、横浜 FC が勝っておりますけれども、ね、横浜 FC ちなみにここまでの9試合で、この試合始まる前の9試合で得点8だったんですよ、うんうんうん、はいはいはい、1試合1点取れてないぐらい、ね、でないがこの試合で4、はいはい、わーわーわーばっくりいきましたね、ばっくりいきましたね、ばっくりいきましたね。いやもうだってあの子がすごかったじゃない、左サイドの松尾くんですね、松尾くんがさ、あの決定力、松尾くんはダメですね、すごかったね、松尾くん反則だなと僕は見てます。確かに、まあキレキレですよね。だって湘南の選手たちも頑張って走ってるんだけど、はいはいはい、松尾の方が早いんだもん、うん、しかもドリブルしてんのにはい、ドリブルした上で早いってなったらそれは追いつけないですわと思い、あれは違いを見せましたね、うん、でも結局だから湘南としてもじゃあその松尾封じのために何すればいいかって、要はもうね、サイドの選手がみんなもう下がらなきゃいけなくて、はいはい、5バックやるしかないから、そうすると自分たちの攻め手がなくなっちゃうので、そういう意味でも効いてたってことなんですね。そうですね、ほうほうほう、ただですね、そこじゃないんですよ僕の見てるところは、はい、松尾も良かったし松浦も一味も良かったです、もうただそれも見れば分かる話なんで、ハイライト皆さん見てと、ああそこじゃないと、うん、4-2のこのキモア、はい、はい、中盤の瀬古くんですね。へえ、そうなの。中央の瀬古くんが、うん、まあ、この日なかったんでちょっとガンバのとある選手をなぞらえて上で言いますけど、うん、最近の井出口洋介さんみたいな形で、中盤全部やってくれるんですよね瀬古くんが。ゴリゴリそう、全部俺が中央全部フルカバーします、守備範囲ここ全部俺です、はあ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 、やってくれるので、いわゆる松尾とか他の選手たちも、はあ、じゃあちょっと俺守備やりたくないんで、ちょっと頼ますわっていう、そんな感じになってたの。そんな感じだったの、うん、うん、それがあったのがやっぱりそこがあったから汚い攻めができたってことね。そうですね、もう気にせずいけたってことか。はい、でしかもそれを、まさに、ね、湘南がこう縦パス入れようかなって思うと、そこに瀬古がいるんですよ。いや、そこフリーだったやんっていうところに瀬古が現れるもんだね。そうだよね、そうだよね。うん、厳しかったな、まあ、ただね、湘南からしたら、まあ、それでも2点取れましたと、うん、石原選手が絶妙なポジショニングから、まあ、1点取ったのと、はい、ただね、セットプレーの流れから、まあ、岡本選手が1点取ったので、うんうんうん、まあ、こちらも、まあ、複数失点こそありましたけど、正直、はい、PK のやつと、あと松尾に関しては、やや無理なところがあったので、湘南だからとかの理由じゃなくて、無理があったから、なるほどね、それでも2点取ったっていうのが、まずは湘南良かったポイントにはなってくる。堂々としたもんでしたね、インタビューもね。そうですね。ああいう感じなんだね。ことぶきさんが、松尾くんそろそろ J1 に抜かれるんじゃん、あれ、いや、J1 です。っていうことでしょうね、これね。そうなんですよ。松尾くんも、と上じゃないですか、その場合は。横浜 FC は J1 です。海外じゃないですか？海外の方に見つかっちゃいます？これ。まあでも、後期斎藤が狙われてるので。そうですね。やっぱり松尾くんも狙われてるのは間違いないと思います。同じ棚に並んでるわけですもんね。
そうですね、ただあのこのちょっと試合後の話を一個しなきゃいけなくてですね、はいはいはい、うん、あの僕はこの日スカウティングで、まあ、福田明人選手が出るんじゃないかなって話したら、試合に出るんじゃなくて、うん、湘南から出ちゃいました。あ、新潟に、新潟への移籍が決まっちゃって、だ最近出てなかったのそういうことかっていうのが、まあ分かったというか。そうなんで、ね、でもそうなってくると、あの、はい、ちょっと金子と三月ぐらいでやっていくしかなくなっちゃったので、ボランチ、うんうんうん、足りないんですよね。まあ、ね、もしくはあのいわゆる 若手組とアンダー組がいるので、うん、そこから使うってことはできますけど、出してよかったのかっていうコメントもねありますけども、うん、まあでも出たかったんでしょうね、コメント的に言うとね、どちらかというと。そうなの、わかんないけど、でも、あの新潟のね、そのいわゆるスカウトというか、その発言に対して、まあ、心打たれたところが、一緒に J1 を目指しましょうってところもあったから。あ、そうやって言ってた。そう、だからもしかしたら、今ちょっと湘南ではこう出られない、こう、いわゆるチームの方針として、今こう、マッチできなかった部分があったのかなとは思ったので。なるほどね。そう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 。でも、ちょっとそう見てみると、やっぱり3バックきついかなっていうのはちょっと見てますよな、やっぱり。後ろ3人とか5人になるよりかは、4の方がオーガナイズできやすいんじゃないかなとは思いはするんですけど、まあ、ある意味、素人考えの可能性が高いかなと思ってるので、わかりませんが。なるほどね、そこがちょっと気がかりですね。その人、人数とかで言うとってことだよね。そうですね。その個性で言うと。そうですね、センターの選手を1枚むしろボランチに持ってきちゃうってことも手かなとは思ったりはしますね。まあでもこの人権のイメージがね、やっぱり湘南はありますからね、うん、うん、そこをどうするかということですね。はい、はい、4-2横浜 FC が勝ちました、はいはい、というゲームでございました。はい、続きまして先生、大分マリノス。大分マリノスでございます。はい、1-0 大分でございました。1-0大分でございましたよ。いや、すごいですね、うん、大分ね。ここまでの試合だと最近ちょっと厳しい試合が続いていたんですけど、うん、元に戻りましたね、なんか。はい。最近は、よくビルド、はい、ビルドアップで失敗して、そこから、自らでこう首を絞めてしまうっていうのが続いていたりだとかはしたんですけど、パス回しも普通、正常な形に戻っていって、で、攻撃の、長い展開とかと自分たちのスペースにこう相手をこう引きずってきて、そこからこう逆カウンターでこう攻めていくような形とか、なんか今までの大分のパターンができてたから、あれ全然いいじゃんって思いながら見てましたね。はいはいはい。なるほど。そう考えると、やっぱり要因としてあるのは、うん、まあメンバー戻ってきたのもありますが、やっぱり鈴木義則さんが真ん中にいるっていうのはでかいなとは、また思いました。5番のセンターバック、鈴木さん。そうですね、うん。結局何があったとしても、いわゆる攻め込まれるシーンがあったとしても、はい、去年のね、去年第1節から第34節までずっとシュートブロック数ナンバーワンで言い続けたこの鈴木さんが、うん、はいはい、今年もやっぱりまたシュートブロック数ナンバーワンなんですよ、今。うん、もう。やっぱり彼が真ん中にドーンといてくれれば、結局はそこが柱になって、周りはついてくるというか、うん、そこにこう、キュッと効果なんだね、攻撃まで。あるのかなっていうのはありました。キコマイさん、ナイスパーでございます、ね。ナイスパーでございます。ありがとうございます。湘南、久しぶりにいろいろなものが来た節です。どういうことですか、これ。来た節ですってどういうことですか。あ、いろんなものが来た節ですか。そうですね、いろんなことが来たんだってことね。ああ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございますね。はい。そっか。で、そこから三沢鈴木さんね、鈴木さんが聞いてるということが多いと、はい。はい。あとは三沢優斗からのボールに対して、高澤さんが、抜け出して、うん、で、そこから、アシストした流れでしたけど、うん、大分は、これ、すごく良かったというか、逆に、はい、なんていうんだろう、マリノス的に言うと、ある意味では、またやられてしまった形というか、はい、以前、柏とやった時に、そのね、ハイラインの裏をオルンガに疲れて失点したみたいな流れありましたけど、この日も大分は、そのね、相手のハイラインだってことも、加味しながらで、うん、自分たちの陣地にこう、誘引してきたところがあって、で、三沢が逆を作って流れでしたけど、はい、なるほど。ただ高澤さんもね、またさっきの J2 のウェルディ藤田ジョエル島じゃないですけど、うん、またこう自分のなんかもう撲突したような撲突したようなというか、はい、マイペースなというか、うん、そのまま一人でねボール受けたボールディフェンダー背負いながら打っちゃうんじゃないかなって思ったら、うん、なんか華麗なパス出し上がりまして、そういうとこあるよね、彼そういうとこあるわよね、ねえ、ね、うん、これディフェンダーからしても、え、君が打つわけじゃないのみたいな、そんな感じありましたもんね。そしたら真逆のサイドにも田中達也がもうすごいスプリントして、いや、はいはいはい、決めるっていう、決めた、ああいうね、早かったね、
やりましたな感覚ですよね、高田。やりましたな感覚、確かに。すごかったなと思いました。マリノスは敗れてしまいました。敗れましたが、収穫はありましたね、まず。あ、そうですか。はい。やっぱり前田大然がマリティモで、声が急に大きくなった。はい、ありがとうございます。前田大然がマリティモで学んできたことっていうのは、はい、やっぱり少なくないというか、めちゃくちゃ多かったんだなと思って。前田大然どうでしたか？この日は左のウイングのポジションに、彼は、ポジションを取っていたんですけど、はい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 、一番ポジション高い時間帯も多かったんですよね。要はこれちょうど今日の、我々動画出したチャンピオンズリーグ編の方でも話してるんですが、はい、基本的にセンターバックのライン、自分のチームのそのオフサイドラインをコントロールするのはセンターバックの選手なんですよ。だマリノス、例えばチアゴ選手とか、畑中選手がやることになるんですけど、で、大分だったら鈴木選手がやるのかな、はい、ことが多いんですが、前田大然選手は左のいわゆる深い位置にこう陣取ることが多くて、相手のそのセンターバックの選手とか、ウイングバックの選手とかが、まあ、前田大然に対してこうタイトにこう守備をしようとは思うんですけど、ラインがブレちゃうんですよね。鈴木がここにいてほしいってこう指示してるところと、ところよりも前田大然がこうブレブレにいろんなことやってくるから、センターバックの位置が結構ぶらされちゃうんですよね。なるほどね。それがあって、聞いてたってことだね。めちゃくちゃ聞いてたんですよ。で、だからあと大前に対応するためにもうマリノスディフェンダーたちはみんな走らなきゃいけなくて、はい、これ皆さんにご報告があるんですよ。はあ、何ですか、改まって。1年ぶりに帰ってまいりました、今週の前田大前。言ってましたね、山川時代、そのスプリント数が脅威だとね、はい、毎週そのね、前田大然のスプリント数をこう発表するコーナーがありましたね。はい、平均はこのぐらいだと、大体このぐらいだったらすごいんだと。そのところ前田大然の数字を発表しましょう。今週の前田大然スプリント24、いや倍じゃねえかよみたいなね。ありましたね。ありました、盛り上がってました。今週の大然は、なんとスプリント数、12本、12いったらすごいんでしょ。25いったらすごいです。25いったらすごいの、ただ、はい、その中で、前田大然さん29だったんですよ。すごいですね、すごいですね。まあさん、63分間で。わやっぱり、やっぱりすごいんだね。あ、ゆうジャパンさん、ナイスパーでございます。ありがとう。ナイスパーでございます。先輩大出、大分&ムンちゃん初勝利。ムンちゃん初勝利ということでございます。だったんですね。とんでもないですね、やっぱり。やっぱり、帰ってきてもとんでもない。だから、そこにスプリントをついていかなきゃいけなかった人がいるわけですよね。前田大然の対峙しなきゃいけなかった人がいて、岩田智樹さん、はい。28回。わー、自陣へのってことよね。そうですね。わー、しんどかったろうね。でもだから、そこ大然と岩田でもう総裁だってことを多分考えたのか、途中から、大分も似たようなことやり始めるんですよ。伊佐康平。伊佐康平。27回。おお。だから、僕、これ初めて見たんですけど、はい、センターバックの選手で、はい、なんと、イサがそんなにスプリントするもんだから、マリノスも、マリノスのディフェンダーも走らなきゃいけなくなったんですよ。なんと、怪我明け、チアゴ・マルチンス、スプリント28回。いや、危ない、危ない、危ないって。で、こうなったんだろう。危ないって。なんでこうなったんだ、この試合っていう。それだけコンパクトで裏取り合戦ってことだったってこと？そうだったんですよね。ってことがありました。で、なんでこの大前の話をまあ急にボーンって一気にしたかっていうと、一個問題がマリノスまた出ちゃいまして、中川さん今お怪我じゃないですか。そうですよね。で、今遠藤啓太さんが海外行っちゃったじゃん、ユニオンベル。確かに、はい。今、エリキにオファーが来てまして。いやー、なんかあったね、今日記事で。トラブゾンスポール、トルコですね。行っちゃう可能性があるんですよ。困るよ、今行かれちゃったら、それはね。そう、困るんですよ、マリノスからしたら。本当ですよ。さすがに去年の主力3人抜けはまずいです、ね。さすがにこれ、前田大然取りましたとか、水沼取りました、ジュニオロサントス取りました、松田エトロ取りましたとか、そういう問題じゃない気がしてますね。そうだよね。だって、もともとみんなでこう頑張ってきたうちの、その一番必要な戦力の部分が抜けたから、もう一回やり直しになるんですよね。ミッドサードからアタッキングサードへこう入っていくところで、この作りはもう一回また熟成する時間が必要だから、半年くらい。連携がね。うん。はあ。
それが厳しいなっていうのはちょっと出てますね。これはでも出さないでしょ、今だって苦しいでしょ、だって今いっぱい出した後で。まあでもだからそれだけの、でもお金があったら、お金的に問題なければ問題、あの、まあ、契約的にもあれな話なので、そうかそうか、どうなりますでしょうかね、これね。そうですね、まあだけどでも遺跡で取っても、あ、まあエリキが出てくるのはしょうがないですけど、マリノスはもうちょっと取ってもしょうがないかなってのはあって、大事なのはちょっとトレーニングですよね、そろそろ。あ、連携とかね、連携させないと、結局いいものは持っているから。これ去年のチャンピオンチームがちょっと今崩してるのはどういう要因なんでしょうか、これは。だって半分選手変わったのに。そうか、そういうことか。そうで、しかも最近はまたね、チアゴ・マルティスとか戻ってきましたけど、怪我で抜けてたから、ほぼずっと ね、今年この10節やってきたけど、ずっと主力でやってんのに、はいはいはい、ティーラトンと扇原、木田ぐらいじゃないですか、ずっとスタメンでほとんど出れてんの。そっかそっか。さすがにそんだけ変わったらそうなりますよって思います。あ、じわじわとだって今節終わって、アントラーズに抜かれてるんですよ。まあでもこれもやっぱそうです、アントラーズはだって怪我人そんなに多くないから、あのなかなかこうあれ、そうか、怪我人だねやっぱりね。マリノスそこが出ちゃったから。そうか。でまあまあこっからですよね、ハマればってことだ。間違いない。だからトレーニングの方が大事ですね。なるほど。コミュニケーションし合う時間の方が。なるほどなるほど。はい、はい、かなと思います。というゲームを大分が 1-0 で勝っておりますということです。お次、浦和広島でございます。いや、浦和素晴らしかったですね。1-0浦和。勝ちました、浦和が。うん。どう見ましたでしょうか、先生。レオナルドの PK ですか、これね。PK でした、はい、そういえば。そうですね。はい、うん、まあ、むしろ、まあ、これ、もう浦和サポの方々が、うん、これあくまでツイッターでまあ見た範囲ですけど、あの、まあ、結果的に言うと、ボール支配率、浦和が36で、広島が64。で、シュート浦和3本に対して、広島24。はい。枠内シュート PK1 本なんですよ。ああ、そういうことなの。だから PK 除くとシュート2本しか打ってないし、枠内にも飛んでないんですよ。あらららら、はいはい。そう考えると、なんで勝ったんだみたいな感じになってて、裏としては。あくまで見た範囲だけで。いやー、そう、完全に優勢勝ちがあるとしたら広島ですもんね、これね。そうなんですか。データ上で見たらどう考えても広島なんですよ。はいはいはい。あらー、決定機を一しちゃったってことですか。決定力のさ。西川周作選手でしたね。ああ、なるほどね。なんですけど、もう一人僕、ちゃんとこの日、あのこの試合に関して言いたくて、牧野さんが素晴らしかったです。あらま。あ、そう。へえ。牧野さんの、多分本当これはトレーニングの成果だなと思っていて、はい。あの、いわゆる、普通のそのトレーニングだけじゃなくて、牧野さん、あのジムだとかもそうですから、パーソナルトレーナーとかもつけてらっしゃるんですが、ああ、そうなんだ。あのね、なんていうんですか、体の向きのやり方、うん、昔だったの岩政さんがあの相撲部屋にこう弟子入りした時とかあったんですけど、そんなことか。そうそう、なんかそれのような感じで、うん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 、あのいわゆる走りながら戻って状況確認するような選手って結構多いんですけど、うん、走りながら戻って状況確認、はい、そう、あの牧野選手は、うん、あの本当にあの体の向き1個だけで全部変えるんです、全てを。あの状況を変えるっていうのがすごくて、うんうん、もうまあ本当になんか首ずっと絶えず振りながら誰がどこにいるのかって確認し合ってる状況でもあるんですけど、もうずっとだからここがまずそうだな、ここがまずそうだなってことを考えて、もう自分の上がりも自重しながら、うん、守備にも本当に徹底してたっていうのはこの日の本当にもうベストプレーだなと思って、西川選手のねビッグセーブたくさんあったのももちろんだったりだとか、あと多分この日浦和多分その 2-0 とか 3-0 とかっても多分考えてなかったと思うんですよ、はい、広島相手に、はい、去年ボロボロに負けてしまった相手ですし、なぜ前節自体が浦和結構ね負けてしまったじゃないですか。はいはいはい。でこの日は1点取って、あとはもう守備で無失点で終わらせることの方が重要だったんだろうなと思ってて、うん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 、だ広島は確かに取れなかったけど、後ろがだから今日守るぞっていう中で守り切ったってことが浦和もう素晴らしかったんじゃないのかなと思います。なるほどね。まあただその代わりやっぱりね、今季でじゃあこの PK 以外でどう点取るのかっていうところの課題はまだ残ると思いますが、うんうんうん、それでもやっぱり前節ダンとこう失点しちゃってるのがあるので、うん、それが封じられただけでも今日は良かったっていう試合になるのかなと思います。なるほどですね。ただそして対する広島ですね、うん、点取れなかったんですけど、うん、まあ、データ上はほぼ広島、はい、そうですね、で何より良かったのが、うん、あの若手たちなんですよ、あの誰ってことじゃなくて、たち、たち、はあ、
元だったら結局青山がいたり柏がいたりもしくはこの日も佐々木翔とか、ね、昔だったら水本とか、うんうんうん、千葉とか林とか、まあ、いろんな選手がベテランがいたわけですよ。ベテランがね、はい、うん、この日そのピッチ上でなんで俺ら点取れないんだろうとか相手の今ディフェンスこうだからって崩そうぜっていうのを川辺選手とか森島選手中心に若手選手たちが自主的にこう元々持ってる戦術からこうずらしてずらしてやってこうってしてるシーンがあって、うんうんうん、あ、なんか広島イズムだなっていう、うんうんうん、それが体感できた。しかもだから青山中心にとかそれベテランが入り込まない中でやれてたのが、なるほど、うん、うん、それが良かったんじゃないのかなと思います。まあ勝てなかったのは残念だと思いますけど、若手に切り替わっていってるということですな。それはどっちの強さも持ち合わせてるってことですな。そうですね、はあはあはあ、なるほど。そんな兆しも見えてるという両チームございます。でした、はい、1-0浦和が勝っております。お次柏対セレッソ大阪でございますよ先生。いやセレッソ勝っちゃいましたね、3-1セレッソ、はい、大阪が勝ちましたというゲームでしたね。はい、まあ、元はねオフェンスがドーンとしてる柏で、はい、ただ守備がちょっとセンターバック陣に怪我が多い柏で、セレッソは逆にオフェンスがうーんっていう状態だけど守備はドーンとガッチリしてるって感じで、はい、どっちがその新しい新星が出てくるのかって試合だったら、うん、だったんだけどやっぱセレッソ側だったと、はい、そして新星西川潤、いやーついにやってくださいましたね。ジーニアス×ジーニアスの得点がありましたね。いやーそうだね、柿谷選手からのフィードみたいな、ね、西川選手のね、あの、はいはいはい、ワンチョンループでしたね。ちょっとやっぱあれはファンの皆さんからしたら涙もんなんじゃないですか、セレッソサポーターの皆さんからしたらね。いやちょっとレベル高すぎましたよね。継承ですね、継承ですね。でただまあ全てはこの試合もう1点目が早々に取れちゃったことが全てだったんだろうな。メンデス9分、うん、うん、最初ね、はい、すぐ決めちゃって、うん、でそれで1点取れたからこそもセレッソも守ればよくなっちゃって、5分か面です、はい、すいませんね、うん、でなのでこの試合もあのサイドバックの2人あんまり上がらなかったんですよセレッソは。はいはいはい、なんで要は将棋の駒に例えれば飛車みたいな両サイドバックですけど、うん、はい、守備に徹する飛車になっていたって、はあはあはあ、中飛車もやんなかったの、あんまりやってないですよ。L 字攻撃みたいなね。後ろで守りましょうっていう形で。はいはいはい、はい、あの松田陸も丸橋も、うん、あのサイドからやってくる瀬川とか仲間を封じるためのアクションが多かったので。うん、はいはいはい。あとは一点守り切ろうってやってたらもう後半に入ってまずね、うん、セットプレーの中からまあオンゴール取れちゃった。うんうんうん。2-0になる。そうでしたね。そうでしたね。するする。まあ、西川がそれで最後は3点目決めて、うん、まあ、清武の怪我はちょっと気になるところではあるんですけど。そうだそうだ、それちょっと心配ですね。うん、であと最後ね、後半43分、うん、まあ、そんなに締めてた中でも、まあやっぱりオルンガは決めるんだと思いました。あれもやっぱりキーパー迷っちゃったみたいなとこあったじゃないですか。はい、やっぱりだから威圧感があんのかなーって、なんとなく見ててね、前に立たれるだけでさ、あの実はちゃんとね、うん、あれ技術あるんですよ。ほうほう、あ、オルンガ側に、オルンガにスキル、オルンガがちゃんとスキル使ってます。へえ、何何、今マーサがおっしゃったというように、ボールホルダーの前に立つっていうのは確かに原則の一つではあるんですけど、はいはい、ボールホルダーの前に立ったとしてもパスコースを作ってしまってたら意味はないんですよね、うん、まあそうだよね。そうで相手のそのパスコースを1個塞いだ上で相手のボールホルダー前に立つことをカバーシャドウって言うんですけど、うん、ほうほうほう、そのカバーシャドウの動きでセレッソのいわゆるキム・ジンヒョン選手がこの人に出したいだろうなっていうパスコースのところを、はい、ある意味では背中でガードするようなことをこのその得点シーンの時にオルンガやっていて、でそれでボールある意味で奪った状態からまあ決めたみたいな感じでしたね。うん、あ、高い技術、頭いいんだもんね、オルンガ選手ね。オルンガね、なんかの動画で見ましたが、なんか大学行ってたとか、本当ですか、宇宙力学みたいなって、なんか誰かに聞きましたね。あ、そうなんですか、何のチャンネルでやってたんですか。今朝出たミルアカの動画や、見てね。今朝じゃないけどね。今朝じゃないんだっけ、昨日だけど、ね、あ、そっか昨日か、そうそうそう、あ、そっかそっかね、そうですか。ただなんかね、エスパニョールからオファーが来てるみたいな話がありましたけどね、うん、あー、そう、まあただあー、そう、そう、ネルシーヌ監督は行かないよなんて言ってたから、うん、もう行かないのかもしれない。あ、そうですか、ネルシーヌ監督は行かないよって言ってた、うん、うちの子はね、そういう子じゃありませんって言ってた。そう、今シーズンオフは分かんないけど、少なくとも今は行かねえと思うんだけど、そうですか。プレッシャーかけてるんですかね。ねえ、うん、
なるほどね。そういうことですか。あとじゃあ J1 の2試合ですね。はい、続きまして FC 東京対名古屋、はい、名古屋でございます。今日はちょっとお待ちくださいね。はい、はい、1対3でございました。ここは1対0ですね、うん、東京1点で柏の話ね。今私が言ったのは締めにエレガントに締めたんですけど、今柏の話ですよね。、はい、ありがとうございました、はい、まあ、東京1対0でございました、はい、またレアンドロが決めたんですね、うん、この日結構割と綺麗なね、スポンっていう感じで気持ちよかった。本当左ウィングが合ってるんでしょうね、うん、高い位置から攻めていくというか、それがすごくいいなとは思うんですけど、うん、それ以上にちょっと言いたいのが、うん、最近ですね、あの永井健介さんのが真ん中やってるんですね、ウィングじゃなくて、はいはいはい、うん、永井さんの地上戦のポストプレーがめちゃくちゃ上手くなってるんですよ。ほう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 、あれ、そういう足速い人だったよね。そういうタイプじゃなかったですね。そうです、逆に効くんですか、やっぱ速いから。いや、プレイスタイルが変わった。あ、変わった。てか、追加されたような感じです、ね。獲得しちゃいましたか。だからある意味、森保さんがあの時代表に去年呼んだことによって、はあはあはあ、長谷川健太監督もそこで使いたいが出てきたことによって、永、うん、井健介が進化したという。すごかね、すごかね。すごいですね。うん、まあ、とはいえ、大迫の継承者というには、うん、ちょっと年齢が近すぎるんでないなと思いますけど、さすがに。まあ、永井さん前より上手くなったっていう夢です、ね、上手くなりました、明らかに、うん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 、サッカー選手でめちゃくちゃ上手くなりました。あ、僕でもあの超速くて足元ちょっとおぼつかないみたいな選手も好きですけどね。ねえ、ただもうその時代の永井さんじゃもうなくなっちゃったって、うんうん、なるほど。いや、まあ、ちょっとおぼつかないことない、ごめんなさい、悪口言ってたみたいな。いや、昔は、いや、でも昔は本人も言ってたから大丈夫です、うんうん、そうなんですか、はい、なんかのぶし感が好きでしたけどね、うん、上手くなったんだ。うまくなりましたね、はいはいはい、だからこの日ちょっと辛かったのが、うん、名古屋としては両サイドバックがちょっと辛かったですね、いわゆる吉田豊と成瀬の2人は、うん、レアンドロとディエゴ・オリベイラとあれみたいな1対1の構図とかになる機会が多かったので、はい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 、厳しいよね、うん、こんなに連戦、しかもずっとほぼほぼスタメンでカップ戦も含め戦ってきてるような状態で、うん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 、そんな中で目の前にディエゴ・オリベイラとか称えられた日に、いや確かにね、つい息苦しくなっちゃうのは間違いなかったなと思います。確かにそうです。吉田が後半10分でか、あの太田康介に変わるんですけど、うんうんうん、まあしょうがないっていうか、もういい加減変えなかったら逆にその後が大変だと思うので、うん、はい、結構限界ラインだったのかなと思います。はいはいはい。うん、でただ太田が入って以降、逆に今度また成瀬のタスクが今度増えてきてしまって、はい、要は守備やる時も成瀬、攻撃の時も成瀬が前進みたいなことが多かったから、うんうんうん、まあ、結果でレッドカードもらっちゃったけど、もうちょっと頭のタスク量として多すぎてパンパンになっちゃってってのは考えられるところだったのかなとは思います。うんうんうん、あとただこの日一番僕びっくりしたのが、これちょっと試合じゃなくて皆さん申し訳ないんですけど、うん、この試合終わった直後に、そのままムレア聖さんがドイツに向かいました。いや先生、お家には帰ったと思うよ、一旦。いや、帰ってないの。ええ帰ってないです。ガラガラ引いたままここに来てたってこと。そう。何でそんなことまで知ってんの、先生。ちょっと冗談で言ったんだけど、今。マジで、まんま。マジで。FC 東京が上げてるんですもん。SNS で。そのまんまって。試合終わった後、そのまま空港に向かって、ドイツへ出発いたしました。いや、ほんと。そうなのか。だって確か試合終わったのが、セレモニーとかあったのこの日。あった、あった。あ、そういうことなのか。で、23時ぐらいにツイッターに上がってたんで、もう、そうですか、行きましたって。ああ、そうなんだ。すべてをじゃ片付けてきたわけね、この試合に。うん、はあ、なるほど。ふりかけとかいっぱいじゃバッグに入ってたかな。いや、どうなんでしょうね。それはでも送るからとか、アマゾンで買ってとかなのかもしれないですけど。うんうん、なそうですね。まあ、ちゃんと言ったら先生そうですけど。そうか。へえ。頑張ってほしいね。頑張ってほしいですね。村井先生頑張っていただきたい。うんうん、ちなみにマンさん。はい。長友さんもハノーファー行く可能性ありますので。え？そうなんですか。延長オファーじゃないけど、あの身分紹介ぐらいのことやってます。あ、そうなんですか。へえ。まだわかりませんけど。へー、あのこれ一応皆さん、あの僕あのミルワカのツイッターで出したんで知ってらっしゃる方多いかもしれないですけど、うんうんうん、あのムリアさん多分ですね、ハノーファーでスタメンです。あ、もう何確約的な、びっくりしたんですよね、うんうんうん、あの東京確かに今サイドバック少ないんですよ、ムリアさんとね、うん、おばあさんと中村穂高しかいないみたいな感じ で、はいはい、ハノーファーゼロです。あ、もう休母なんですね。あのスタメンとセカンドの選手をあの全員出しました。出しちゃった。出しちゃった。
確か、何してるんですか。わかんないです。しかも4人中1人はあのブンデス1部に移籍したんでしょうがないですけど、あ、そうか、出世して他3人ただの契約満了でまだ次の所属先決まってないって状態なんで、じゃあ左右村や長友になるかもしれないってことあります。いや面白いじゃん、それいいじゃん。で長友の前が原口です、うん、あらまあらま素敵じゃない、あの面白いっすね。あらららら、じゃあ3人で YouTube やりそうだね、なんか、うん、でしかもあのなんか獲得するのにもしかしたら可能性、うん、あの原口が言ってた可能性があって、うんうん、可能性があるんですね。可能性があるんですよ、うんうんうん、であの原口選手 96% ぐらいですかね。なんか原口選手、うん、あのトップクラスで出たんですよ、出場時間数で、あのファンの中で、うん、でそんな俺よりもあのいわゆる体力とかそのスタミナがすごいサイドバックが実は日本にいるんだよって言ってたらしくて、うん、ほう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 、でそれが無理やなんです、売り込んだ、そう、へえ、そっか、東京だもんね、どっちも、うん、あ、まあ、代表でも一緒にやってますからね、そうか、へえ、こりゃいいですね、日本人が 、うん、見に行きたいような試合に なりますね、これは ね楽しみですね、うん、なるほどなるほど、でも遊んじゃわないかな、大丈夫かな、大丈夫でしょう、こうみんなで集まってあのねブラジル人も3人集まったらもう日本語喋れる気すらないっていうじゃない、いやだってもうさな幼なじみがリバプールで頑張ってるんですから、うん、大丈夫でしょ、ここで止まってるわけにいかないしね、わけにいかないよ、そっか、長友さんもね家族で忙しいからね、はい、付き合ってらんない ね、うん、あの、うん、あそことかうまいよ多分とかで終わりだろうね、でしょうね、俺の見立てではっつって一人で食うんでしょうね、室屋さんはね、いやいやいや、うん、まあということでございます、なるほどなるほどね、で一応続いてが本当はトスガンバなんですが、うん、トスこの試合に関してはね、そうなんだよね、見たかったけども日程がまあ決まり次第というか、うん、まあ、いつやるかもまだ分かりませんので、中止ってことではないんでね、一応あのルヴァンは中止になってるけど、なりましたけど、延期ってことなんだよね、一応ね。そうですね。うん、だと思いましたよ、確か。まあ一応だから、はい、多分この試合はやって10月か11月になると思うので、わかりました。あとは、まああといつになるかですね、うん。なるほど。はい。お早い復帰をね、お祈りいたします。ですね。ですけれども、はい。じゃあ次の日に試合だけね、行われました、こちらで。はい、J1 ラストです。はい、神戸、鹿島、神戸です。これ2対2でございますよ、先生。いやーもう若手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 、これは鹿島が最後ね横追いついたみたいな劇的な感じな感じでしたけどね、まあちょっと藤本ちゃんがちょっと言われまくってましたけど、最後に関しては言われまくってた、まあちょっとそこもちょっと含めていきましょうか、この試合、まあ2対2のドロー、はい、まあ最初はねダンクレーというところから始まりました。いやあれはダンクレーって技でしょ、あれね、あれはダンクレーですね。ね、うん、美しいボレーシュート。であと鹿島もね、うん、同点弾エベラード決めましたけど、あ、はいはいはい、ちょっと言ってほしかったですね、エベラード選手にはね、うん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 、飛べるなら飛べるってちょっと言っててほしかったですね。飛んだね、あれね、あれはあんな飛ぶんだね、エベラード、あれそうですよね、人は飛べるんだなってことを見せられた瞬間ではね、できるねやったら言うといて普通できへんやんと、そうなんですね、あんなおかしいやんと、あれクロス放って広瀬陸斗だけは知ってましたね、きっとね、エベラードは飛べるって知ってた人ね、うん、なるほどね。で、合計がね、決めて、うんうん、で、あとは最後に荒木が決めてという、ね、はい、試合ではありましたけど、みんなで見てたんですよ、僕は、あっちのミルワカトラの穴でね、したら、ザーゴ、怒りの4枚替えって言ってましたよ、みんな。ね。ね、4枚替えてきましたもん、で、その後にもう1人入れて、まあ、ほぼ5枚替え。若手が、ね、だからなんかスマップのコンサートなのになんかスマップいなくなってジャニーズジュニア最後歌ってたよみたいな感じですよ、あれ、いやありましたね、下湧いちゃったみたいなね、いやほんとよ、最後の荒木選手のゴールシーンはだって若手から若手最後に若手ね、あそこす鹿島に未来をつなぐみたいな感じでしてね、だってこの試合すごいのが、0-1 が5人出たんですよね、結局、はいはいはい、鹿島はゴールキーパーが、まあ、プロ、うん、リーグ戦初スタメンの山田選手が出て、で結局、スタメンにはあと関川一馬選手2000年生まれもいましたけど、はい、あとは控えから、そうですね、はい、はい、うん、関川さん雰囲気が秋田感出すの早すぎません？もう出てましたよ、すでに12年早いっすね。2年目ですよね、関川さんね、高校生でしたもんね、2年目っすね、この間まで、で普通で言ったらまだ大学2年生です、はい、いや鹿島のディフェンダーセンターバック感が出るのが早いですね、やっぱね、ちなみにマーさん、皆さん、ここでちょっと情報があります、若いって話してんのにね、はい、ええ、関川選手まだ、ええ、お酒飲めません。
嘘だって。砂肝が美味しいって言ってるよ、あの顔は。まあ、と、あのね、子供3人でしょ。来月の9月13日が誕生日なので、それまではお酒飲むことができません。そうなんですか。ええ。はあ。どう考えても32ぐらいの負荷がありますけど。本当ですね。として、やっぱこう立場が人をつくな、みたいな話もしてたんですけどもね。日本のデリフト。そう、日本のデリフト。ねえ。はあ、ねえ、だとベンチから荒木、松村、染野が出てきて、いやそうよ、でただ言いたいのはまず神戸、小田裕太郎ですね。ああ、そうですね。私激推し、先生激推し小田裕太郎、ねうん、高1の頃からずっと激推しの小田裕太郎、もうタイムラインも湧いてましたよ。いや、この日めちゃくちゃ良かったのが、うん、あのもう積極果敢というか、もう先に言っちゃえばもうポスト古橋です、彼は。と言っていいんですね、もうね。うん、でも変わる、いや、怪我なければ多分行ったんじゃないかとすら僕は思ってるので、今年本当だったら夏に、あ、古橋さんが、うん、あとヨーロッパの方に、そうですね、シントトロイデンの方に、あとはこれ語られてないんで僕は分かんないですけど、勝手に言っちゃいましたけど、はいはい、分からないんですけど、あの鈴木武蔵選手、北海道コンサドーレ札幌、うん、まあ、このちょうどこの日はあのベルギー行きましたけど、うん、メディカルチェックのために、うん、僕その前に一回怪我があってね、うん、なんか1ヶ月くらい戻ってこなかったじゃないですか。俺その間実は一回ベルギー行ってんじゃないのかなってちょっと思ってたんですよ。え、遺跡の話があってちょっと聞きに行ったじゃないけど、なんかあれですか、あの黒船に乗り内緒で乗らしてもらって、そう、飲まず食わずで甲板掃除しながら、そう、はあはあ、俺それで今古橋そうじゃないのかなって、そんなことないかなっていうのは疑念に感じてるってぐらい。小舟で乗りつけて。そう。はあ、あの、わかんないよ。これはあくまで疑念に思ってるだけです。ただ僕が勝手に。逆に、怪我しちゃったからっていうのもある？怪我しちゃったから。どうせ時間があるから、ちょっと覗いてこようかなと。うん、そう。はあ、はあははあ、時間取れたから。あ、そういうのもあんのか。へぇ。で、神戸は、あるいは一定金額以上の移籍金の、あのちゃんとした話が来たら、うん、あの全然移籍は OK って言ってますから。うん、なるほど、なるほど。そうしたらその可能性はあるんじゃないかなっていうのはちょっと、これはね、もう周りの人に確認して、あのワッフル配ってたら、これはもうそういうことですね。ちなみにシントトロイデンは実はですね、多分もう日本人取れないんですよ。あ、そうですか。あの逆にあの取りすぎて、あのベルギー人どうやって出せばいいかってこと今宿泊してるぐらいなんですよ、シントトロイデン。枠はないんでしょ。あ、そう、枠はないんですけど、ベルギー人を出さなきゃいけないっていう逆のルールがあるんです。ああ、なるほどなるほどね。逆のルール、あはははいくら取ってもいいけど、外国人。なるほどなるほど、ね、ベルギー人は出せない。そりゃそりゃそうだわね。ああ、なるほど、そっか。昨日もシントトロイデン日本人3人スタメンでしたから、見応えありますよね。で、あと古橋だともっと上だと思います多分。あ、そう、うん、はあ、はあ、伊藤純也的な感じのチームだと思うので、そういう変化とか。伊藤純也うまかったな、この間のゴール良かったですね。まあね、あんだけ右利きの選手で、ね、左にこうカットインしてきて左足でシュート打てるんだったら、堂安うかうかしられない状態になってますから。外人選手かと思った、俺見てて、これ伊藤っぽいけど本当伊藤かなと思って、この動きと思って、ね、良すぎると思ってね。うん、だから古橋もそうなっておかしくないし、外人のキック力みたいな感じでしたもんね、蹴り方とかね、なんかね。あと、なんなら小田裕太郎もそうなので、この日なんかもちょっとありましたけど、うん、あのいわゆる古橋的な動きだったりだとかがちょっとできるような感じのことができて、あの他の味方のためにこうディフェンダー1枚潰しにかかったりだとか、あのデコイランで引っ張ったりだとかってできてたので、ね、積極果敢に行くだけじゃなくて、そういうチームに貢献する動きもありましたから、ちょっとお題を誰にチェックしていただきたい。分かりました。で、鹿島もまあちょっと得点シーン、まあ、荒木選手が決めて、それを染野選手がアシストしたっていうのもありましたけど、うんね、実はその染野から荒木にボールが渡ってる時に、実は松村雄太選手の目の前を実はボールが通ってるんですよ。ああ、はいはいはい、ただその松村選手のアクションも実はちょっと秀逸で、神戸のディフェンダー大崎レオ選手は荒木じゃなくて松村にボールが来るっていうふうに思っちゃってたんですよ、ね。なるほど。松村がそこにいることによってディフェンダー1枚無効化することができたっていう、そんなこともありました。必殺青春ラッシュみたいだったもんね、技つけるのね、わーって言って、あれを岩政さんが、あのシーンをさ、岩政さんがリツイートしてさ、いや将来が楽しみだってつぶやいてたよ。いやそれ関川選手だったけど、リツイートしてほしかったですね。僕もですとか言って。関川選手その時土手で葉っぱこうやって寝てました。うわーっつって、昭和だな、弁当って言いながら下駄を一個脱ぎ捨ててね。僕らのその関川選手に対するイメージよ。
隣の番長と喧嘩した後ね、寝てまして、ぐがーって。ちなみに、この試合でね、ちなみにその得点、2点目生まれちゃったところ、合計選手とあとフィンク監督がやや切れてましたね。ああ、そうですか。はい、あまあそうだね、うちもっちゃんよと、お前なんでそのシーン直前シュートしに行ったの。そうなんだよね、あれお前がそれシュートしなんてキープしに行ってたら、あれキープだった、キープだったけどね、右に一人いたんだよね、点取れそうだった一瞬だから、ね、あれ迷ったんだよ ね、そうあれみんな盛り上がった、あれ、うん、藤本じゃなかったら僕は確かに、俺古橋だったらそうしたと思うんですよ、僕は。はいはいはい。ただ藤本ちゃんの立場だったら行くしかないんですよ、ね、うんうん、いやそうだよね、レギュラー取りたいし点取りたいしアシストもしたいじゃない、ね、いや結構ドフリーだったのよね、右から誰か上がってきたんだ、ね、誰かね、そ そうあれ迷ってあそこでまあ電話キープしながら結果的にね、だって結果にキープなんだけど、彼はここでキープするようなことをこれまでの人生でやってないんだよ。いやなるほど、いやあそこに歴史出ましたね、歴史なんだなと思った。確かに面白い、僕は行く方が好きだけどさ、いや結果残り30秒でやられてるからね、あれはなんかそう、ね、落ち込んだろうなってご本人もね、だけど一個まただから学んだんだろうなとも思ったし、うん、いやいろんなことがありますね。そうだね、でもちょっと鹿島にとっては大きな試合、大きな瞬間になったんじゃないですかね。鹿島もうめちゃくちゃ良くなってますからね。なんならこういうのもあれですけど、キューラのそのスタメン組より控え組の方が上ですね。あの現状のそのザーゴがやりたそうなことで考えたりだとかする、ね。ザーゴは出すね、でもね。ザーゴがいいのはやっぱこの世代交代を進めてるのがやっぱザーゴな感じしますね。課されてんのかしら、ザーゴに。かもしんない。あ、そういうのは最近我々ちょっと違う動画でそういうの撮りましたけどね、うんうんうん、ああそうね、そういう役割でやる監督は絶対ダベースのね、そうですね、名古屋でそういう時代だったっていうね、はい、これにゃかさん、あの時間帯あのスコアで染野がゆったり横パス出したことにセンスしか感じないと。確かに、だからこれ J2 編で僕らよく喋ってましたけど、そのゴール前で今年はその大森光太郎選手筆頭に、それ自分の時間でこうゆったりとやる選手が多くなってきてるって話しましたけど、まさに染野もそうでしたよね。なるほど、慌てずにしかも自分で行かないでもっと可能性が高い方にかけるっていうのができるのが、やっぱり鹿島が抜いてくるような選手っていうのはやっぱこうハートもしっかりしてるんだね。そうですね、ね、まあ、ということでございました、うん、ガム噛んでたんだから表彰式で去年関川選手、ね、俺出てねえしみたいな顔してね、天皇杯の決勝だよねあれね、違うっけ、はい、1月1日でした ね、ガム噛んでたからね、はい、素晴らしい、はい、ということでベストイレブンでございます、はい、行きましょう、ドスンコ、はい、行きました、 J1 ベストイレブン先生出してくれました、はい、はい、右側マンオブザマッチになっております。ベスト監督は川崎おにいきさんですが、はいはいはい、ゴールキーパーが清水の梅田、うん、センターバック、はい、なんと3試合連続で谷口翔吾、うん、そして清水のバウル、全的に川崎めちゃくちゃ多くて、ね、サイドバックか山根と紅谷、ね、でボランチ、さっきあまりちょっとボーイスラブで話しすぎたんで、うん、ちょっと言う時間なくなっちゃったんですけど、うん、めちゃくちゃ、うん、モニターが良かったって話をしたかったんですよね、うんうん、でプラス三笘旗手と入りました、はいはいはい、横浜 FC から松浦一味、松尾が入りまして、うん、清水から梅田とバードが入った、はいはい、あ一味選手が、はいはいはい、はい、で控え組見ていくと、うん、浦和西川ですね、あと大分の鈴木、うん、清水のファンソ、神戸の尾崎レオ、はい、仙台の吉野恭平、なるほど、で先ほども出てきました横浜市の瀬古に、あとはセレッソの西川、うん、次の小林優に、うん、柏のオルンガと入りました、あと、うん、豪華ですね、これ豪華、うん、そうですね、川崎めちゃくちゃ多いですけどね。いや、まあまあ、それは6点取っちゃったわけですからね。そうですね。ちなみに、このままもしシーズンが終わった場合なんですけど、ダントツでか、谷口翔が MVP です。あ、リーグのね。はい。それはもうデータが示してらっしゃる。そうですね。だって、すごい分かりやすく言えばですけど、まあ、J1 ここまで、ね、うん、はい、J1 ここまで、3試合あったんですが、うん、3試合連続でこのベストイレブン入ってるのは谷口さんだけですね。ああ、そっか。3試合あったっていうのはどういうことですか？あ、8月。あ、8月の話ね。はいはいはい。ああ、そう。ああ、じゃあもう、ああ、そっか。チャンピオンチームに理由ありだね、これは。やっぱ、そうですね。でも彼のその人柄みたいなところも多分試合に出てるんじゃないかと思うので。そうか、そうか。うん。
引退後は僕は石原軍団かなと思ってたんですけど、ちょっとまあ残念ですね、石原軍団の方もいろいろ。石原軍団、ね、渡さんもね、まあ、本当ご冥福をお祈りいたしますけど、ね、石原軍団っぽくない谷口彰吾さんって。わかる。ね。わかる。なんか、キリッとしてるしね、うん。うん。俳優やっても全然おかしくない。ね。ハイボー、ハイクロスっていうデカかな。ハイジャンプ。なんだろう、なんで絶対西部警察やらなきゃいけないの。西部警察って違うか。別にそういう刑事じゃないか、西部警察は。そうですね。ジーパンとかじゃないか。そっかそっか。わかりました。ということでございまして、ジーパンでございました。ラスト J の次でございます。はい、休憩する先生、どうする？あ、そうっすね、うん。ちょっとじゃあ。3分5分ぐらい。3分5分ぐらい休憩して。トイレとか大丈夫なの先生？あ、全然大丈夫です。垂れ流してんの先生は。いや直前で言ってるから問題ないですさ。直前で言ったってこれ3時間に2時間ちょっとやってんだよこれ。大丈夫なの？まだ大丈夫です、ね。さすがです。もうあれだ、喋ってる途中でもう大丈夫なんだそれでね。そうですね。もうね、よし、じゃあ次のあの J3 の対戦表を出しておきましょう。はい。はい、どうすん？あれ？どうすん？あれ？あれ？クーマンがバルセロナの監督になったんですね。ああそうですか。うーん、あれちょっと待ってください先生。J3 あれ？J3 のベストイレブン出ちゃってた。ちょっと待って。J3 の対戦表がない。J3 あら、ちょっと待ってね。はーい。J3 のベストイレブン出しちゃダメじゃん。あれ？あれ？え？ちょっと待って。ベストイレブンが2枚来てるわ。これ先生のミスじゃないね。俺のミスだね。はい。ちょっと待ちよ。休憩どころじゃない。休憩どころじゃない。ちょっと待ってね。はい。ああ、ごめんなさい。ちょっと今、あれしますね。はーい。ごめんなさい。じゃあ、せっかくなんで皆さんに、今まで今、うん、まあ、J1、まあ、J3、ちょっと、ベストイレブンは出ちゃいましたけど、はいはい、まあ、ちなみに言うと、J1、J2 で、はい、うん。J1、J2 含めてちょっと、うん、ベストイレブン、こんな感じの人が多いですよ、今までってので。うん、そんな話していこうかなと思います。はいはいはい、うん、ちなみにね、まあ、最初の第一節から含めて、うん、節別 MVP なんてことをまあずっと計測し続けてるんですけど、今 J3 出しておきました。はい、ありがとうございます。うん、節別 MVP はですね、はい、2回以上取ったことがある人ってのは J1 ではまだいなくて、J2、J3 にピーター・ウタカと、で、あとは藤枝の大石選手。うんうんうん、この2人だけが、まあ、2回取ったことがあるだけで、みんな今ずっと毎回違う選手、違う選手、違う選手で来続けてるんですね。結構チームも変わることも多かったりするので、なかなか面白いなと思ったりしております。毎回毎回。まあ、怪我もね、あるし、まあ、リカバリーとか、あとターンオーバーとかもあるから、違う選手、違う選手が出ることも多かったりとかするけど、もしかしたら各試合でキーマンとかも変わってんのかなと思うから、本当面白いなって思ってたりします。ね、アヤックスの監督になったのは、はい、アヤックスクーマンは何だっけ、バルセロナ。恥ずかしい、恥ずかしい。なんとなく分かってよ。ごめんなさい。まあ、系統はね、系統は遠くないから。ね、いや、なんか、アヤックスでもあったのちょっと思っちゃった。そうだよね。そう。ごめんなさい。すいませんでした。ちょっと待ってね、今 JSD のちょっと最初の試合のね、ご準備させていただいてますよ。うん、いやー、サッカー見たね、今週もね。今週もサッカー見たね、CL 見て、EL 見て。あ、そう、CL、EL。あれ、今日もあんだよね、この後ね。今日、インテルとシャフタールです。うわー、そっか。はい。ルカク、私の好きなルカクが登場。そう、ルカクですね。ルカクが。ルカクと。セルジオさんみたいな言い方しないでください。ルカクはね、みたいな。ルカク。いや、ルカクとね、おーおーおー、あと、もう僕としてもエリクセンがいるので。ね、あー、そうだよね。エリクセンが、あ、エリクセン、インテルって感じしないよね。全然しませんね。来て走ってんだけど、なんか似合わないよね。早く帰ってこいとしか思ってないですけど。ちょっと先生、はい、おトイレ行っていいですか？行ってらっしゃいませ。ちなみにコメント欄で CL 見て、EL 見て、BL 見てっていただいてます。行ってきまーす。BL 見たね。コンパニーに対そうでしたね。決まりましたね、BL。ねえ、ちょっと。まあでも、まあこの間は怪我が理由だったのかなとか、ちょっとね、思ったりしますけどね。いやいや、じゃあちょっと皆さん、ちょっとおしゃべり
しましょうかね、せっかくだから。さっき言ったね、ピーター・ウタカーと、あと、大石がそれぞれ、2回ベスト、あれだ、節別ベスト取ったよって話をしたんですけど、大石はただ、ハットトリック2連続でやったところで取ってるっていうのがあって、で、ピーター・ウタカーに関して言うと、7月1回、8月1回取ってるから、すげえなっていうのを、改めてちょっとね、思ったりしているところでございます。あと、すげえなと思うのは、あれだ。メインチームのキーパーかな？メインチームのキーパーに2回入ったっていう人が、同じ月の中で2回入ったっていう人多分いないんじゃないかな？田中雄大ぐらいなんじゃないかな？ J2 はないんすよね。あ、ないね。これないわ。そんなこともちょっと意外な感じがちょっとしました。だからそれだけ谷口の3連続とかってのもちょっとすごいことだなって思いながら。まあね、これね、僕の主観でつけたりしてないから、主観でつけたら、いや、お前のさじ加減やないかいって言われてもしょうがないんだけど、そうなのよ。ちょっとそこが面白いなって個人的には見てて思いましたね。はい、すいません、戻りました。お帰りなさーい。はーい。じゃあ、行っちゃいます？はい。ね、はい。じゃあ、まずは J3 リーグ、藤枝対セレッソから参りましょう。お願いします。はい、お願いいたします。はい。出しますよ。まずセレッソ。どんどん。というか、あ、でね、はい。まあ、やっぱり遠山昌司とか川崎周平っていう名前はどうしても名前上がっちゃうと思うんですよ、ガンバで言うと。はいはいはい。若手ですごい結果残してるから。そうだね。うん。って言っていたら、実はセレッソの今年、うん、まあ、ルーキーフォワードの藤尾翔太選手がですね、これでこの試合、藤枝戦でも2得点しましたので、うん、はい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 、本当だ。それによって、これで得点数が5になりまして、うん、なんと遠山と並んでるんですよね。おお、これはね、頼もしい限りだね。これは頼もしい限りですね。まあ、とはいえ、PK3 つあるんで、なんとも言えない部分もあるんですが、まあ、ただ、ここまでなんとずっとフル出場しているんですよ、うん、藤尾選手。はいはいはい。こんな過密日程の中で、ルーキーフォワードフル出場、すごくないですか？まあ、チームのね、状況もあるとか。本当だね。だから、どっかのチームがちょっと藤井をちょっと使ってみたいってので、レンタルにオファー来てもおかしくはないかな。なるほどですね。J2 のどっかのキーマンになってるかな、来年は。ね、可能性は多いのかなと思って。はいはいはい。で、今やっぱセレッソがちょっと残、かわいそうな状況になっていて、うん、沢が、フォワードの相方だった沢上選手が今治へのレンタルが決定し、おー、はいはい。で、あとサイドバックやってた島村選手がお怪我になっちゃったことによって、うん、はあはあ、もう本当に今大変な状況になります。ここで使わなかったらもう回せないので、で、この試合ではボランチ務めてた木田選手が左サイドバックやるようになったんですけど、うん、もうちょっとなんか木田選手ってもともと守備のマルチローラーみたいなところはあったんですけど、うんうんうん、ボランチ以下だったらどこでもできる、さらにウイングと、はい、インサイドハーフもできるみたいな、はいはいはい、うん、この試合ではその守備からだんだんこのオフェンスのところまで自分のプレゼンスを発揮できるようになっていて、うん、そこがちょっとレベル上がった瞬間だったなってことを感じました。はいはいはい。あと、うん、その流れから、その木田選手の攻撃関与の流れから最後は藤尾選手決めるんですけど、うん、その藤尾選手の得点をアシストした選手ってのがいまして、はい、辛坊海里選手、はい、現高校3年生48番左のね、ハーフでございます。はい、まあちょっとわかんないかもしれないですけど、要は田中葉馬の息子です。おー、そうなんだね。やっぱりサイドなんだ、はい、左サイドハーフなんですけど、素敵素敵、はい、だ、彼がだから一応はね、まあ、まだプロ契約ではないけれども、まあ、プロの舞台で初めてのアシストを決めたという、あれ、これはお父さんと一緒に試合したしっていう人はいないんじゃない、まだ今のところないんすよ。そうでしょう。もしかしたら、はい、初めてのケースがここになる可能性は高い。わかんないですよ。高木豊が J リーガーになったらあるかもしれないですよ。逆のパターンにはなりますけど。ねえ。まだ動けるかもしれない。それにね、負けないようにいかなきゃね。多分、ハユマ選手もそれまではっていう気持ちあるんじゃない？まあ、そうですね。ああ、そう。へえ、素敵な話。うん、あとはこの試合、藤枝も、うん、まあ、藤枝3得点して、でしかも、大井選手1点プラスのところがあるんですが、はい、それも良かったなと思うのが、はいはいはい、今年の藤枝ってその右から攻めるときは、久留選手からの方がまあ多かったんですけど、はいはいはい、久留選手が、うん、交代した後、うん、
ですね、うん、交代した後に、今、1点決められるんですよ、うん、星原選手が、うん、右からクロス上げるんですけど、うん、ちょっと右他でこう入ってきた選手とか、ポジション変わって入った選手からのクロスとかってことあまりちょっと多くなかった、はいはいはい、いわゆる違う形からのワンアシストが決められたってないと良かった、今後につながるようなアシストになったんじゃないのかな。なるほど、なるほど、はい。うん、次行きましょう。はい、というわけで3対2藤枝が勝っております。続きまして、はい、相模原岐阜でございますね。はい、今3対1相模原でしたけれどもね、はい、マツさん、はい、これ僕見に行ったんですよ。見に行った、はい、見に行ったっていうかね、実況させてもらったんで、これはもう近くで見させていただきましたね。誰が良かったですか、実際に 見てらっしゃって。誰が見て、そうですね、実況しててこう印象に残った選手というか、やっぱり多田選手の最後のゴールなんかはちょっとあれはちょっと良かったですね。綺麗な展開だったんじゃないかななんて私も思いましたけどね。あれはもう岐阜の選手たちもお手上げというか、知らんところから知らんやつ来たぐらいの感覚だったと思うので。だって自分でパス組み立てて、よ、うちに行って外回ってね、ウイングが中に入れようとしたところ、中はフォワードがね、もう変わって入った長身のね、フォワードが入ってましたから、ね、そこにみんな釣られてるところ、外回っておとりになってクロスやってこぼれたところに、外回ってたサイドバックがいて、左足で巻いて決めたっていうね。あの S 字クランプ良かったですね。いや、ほんと S 字だよね、あれね。あの時間にですよ、もう終了間際に。だからすごいな。いや、もうこの日はただの S 字クランク。いやー、ただの S 字クランク。そんな試合でしたね。いや、イケメン、イケメンですしね。イケメンですね。あと実はこの試合だから、うん、まあ、ホムロ選手、ユーリ選手、タダ選手と3人決めましたけど、うん、はいはいはい、2点目と3点目アシストしてるのが実は和田選手だったりする、はい、ああそうですね、和田選手この日で、2アシストだったという、うん、1個、はい、自らも決定機ありましたし、よく走ってましたね、外に中に。あとは本当3点目のね、うん、そのやっぱタダ選手のゴールの時の僕は実況の方 の、ちょっと実況がすごく良くて、あら、そうですか。ちょっとうなっちゃいましたね。うわっと思いながら。あら、あ、そのところをこう表現できてたってことですよね。そうね。あ、嬉しい。あ、ありがとうございます。気持ち乗っちゃったんで、あそこ、あそこね。乗っちゃってましたね。あ、そうですか。もうまさにこうサポーターのこの気持ちさえもこう乗っけてくれるような感じがすごく。あ、中立に言わないといけないですけど、本当はね。そうですね。いや、僕でも一回本当もっと申し訳ない、岐阜の富樫選手一瞬飛びどころって言っちゃったんですよね。あ、失礼しました、富樫って言ったんですけどね、やっぱその琉球時代のね感じがこう、そうなんだ、ね、そうそうそう、いや、全中を見るとこういうことが起こっちゃうんですよね、結局ね。でも愛ですから、それはね、愛です、愛ですから、そうそうそう、富っていう字が一緒だからさ、まあね、そう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 、で岐阜もね、この日は、うん、大西選手からのパスかな、で相原選手が決めたんで、栃木から決めたっていうのもありましたけど、はいはい、守備のその失点がかさんでしまってるっていうのがちょっと改善していかなければならないかなとはちょっと思います。はい、ただちょっと 3失点目に関しては、うん、まあ、結局はそのやっぱね、サイドからそんな人がプラスアルファ来るなんてことは思わないっていうのもあると思うので、はいはいはい、最後ただに決められてしまったのは多少しょうがないっていうのもあるかもしれないし、あとはね、ずっと雨の中でセットプレーでこう頑張ってきたのはあったものの、はい、まあ、ホムロがね決めたっていうのもありました。はいはい、ね、そうですね。なんでやっぱりディフェンスの方々のやっぱ自分の担当してるレーンは、はい、まあ、しっかり守備するってことがやっぱり望まれる、こういうふうにはなってくるのかなと思うから、うん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 、得点力として2点目取れなかったことでもやっぱどっかでその1点2点こう減らすための努力の方が今は重要なのかな、やっぱりっていう、そのやっぱいい攻撃のためにはいい守備がっていうのを考えたら、まあ、そういうふうになってくるのかなと、ちょっと。うん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 。サミナいいですね、今年ね。ビクトル良すぎましたね。いや、良すぎたですね。やっぱり散々こうギフトはやってきたってことなんですか。そうですね。ギフで言いましたからね。ギフにいたから、ギフのシュートは止めてきたっていうのもある。紅白戦でね。はあ、はあ、はあ、なるほどね。はい、でございました。副審は佐藤雄一でお送りしました、この試合ね。ありがとうございました。先生の本名と一緒っていうね、まただって、この間もね、福島の時も佐藤雄一さん副審だったからね。そうですね、行ってまずチェックした時にちょっとクスクスっと僕しちゃいましたね。あと裏話なんですけど、ね、ダゾーン始まる時、ドキ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 で、そこでパッと引いて2020 J3 リーグっていうわけで、明治安田生命 J3 リーグは第10節って言ってる時に、
実況席、あの記者席にあるんですよ、ブースないから、相模原、はい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 、そこに僕の目の前稲本選手が取ったんですよ、ジャージ着た。はぁ、稲本って言いそうになりました。危なかったですそりゃあ私の世代はテンション上がっちゃうよね。そりゃあ、いやいや、このタイミングで通っちゃダメよって思ったもん。はぁーって思っちゃったね。だから一瞬止まってるとこあります。声入ってほしかったどんなやつだよでてつてつてつてバン、おー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 2020明治安田生命 J3D 稲本、今日はギオンスタジアムよりSC 相模原対バカじゃんそんな人、バカじゃんそんな人ねいや、そうだったんです、そうだったんです。本当に独自のレビューだな、見るわかって、まあ、なかなかそうですよね、貴重な体験させていただいて、貴重だな、ありがとうございます。というわけで相模原ホームチームが 3-1 で、下しましたということでございました。はい、はい、続きましてまいりましょう、はい、さぬきたい秋田でございますね。さぬきたい秋田ですよ、はい、うん、わ、拍手が出ております、先生から。いやー、北の連勝を止めたチーム、あー、そう、ついについにということですよ。しかもね、まあ、スタンディング的には最下位にいるさぬきがね、引き分けて止めたということでございますから、これは拍手でございます、はい、これはもう今日挙げたね、動画の中でもちょっと話しましたけど、海外のね、そのまあフォーラムというか、はい、2チャンネルみたいなところがあるんですけど、そこでも話題になるほどでしたからね。おー、なるほど、そうそう、それ俺も聞きました、それ、J リーグインターナショナルっていう YouTube のね、コメント欄でも、あ、なんか噂になってたって言いましたよ。そうなんですね、そしてそのさぬきはなんかうどんで有名らしいじゃないかっていうやり取りがね、英語でされてたっていうのも聞きましたよ。やっぱりね、はい、まあ、そもそもこう知らない人が見たとしてもですけど、やっぱ最下位でずっと連勝を続けてるチームを最下位のチームが決めたって、まあ、世界的に見たらほぼありえないことなので、あ、まあそうだよね、フットボールの世界においてはってことだね、確かに確かに、クレイジーだなみたいな感じになるのやっぱりまあ間違いはないと思うんですよ。うんうん、そうだね。で、まあ、ただこの試合結局、まあ、誰がどうとかの話じゃなくて、うん、秋田は引き分けで終わってしまいましたけど、はいはいはい、結局この試合も無失点止めてるんですよ。はいはいはい。で、ただ秋田としてもこれ前回からずっと言ってたように、どっかで止まるんじゃないかってことは、秋田の選手たち自身とか、秋田のチームとしてがもうほとんど、ね、思ってたところで、やっぱりまあ思ったからこそ、やっぱこういう記録とかになってくると、うん、そろそろ止まるっていうものになってくるのかな、はい、なるほどなるほど、ね、やっぱりあったし、ただでも、そういう状況流れがあったとしても、しっかりとか自分たちのそのディフェンスを、堅固なものにして相手の運気をこう防ぎ切ったっていう意味で、やっぱりさぬき、最も頑張ったチームの一つなんじゃないかな、はい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 、もここはもうなんかこう称えられてほしい試合だったな、うん、そうですな、はあ、はあはあですな、もちろんさぬきとしてはまだ勝利がまだない状況で、うん、得点が欲しいっていうのは間違いないと思いますけど、はいはい、とはいえ、はい、9試合で2失点しかしてなかったチーム相手に、うん、じゃあ今得点できるのかって言われたら、まだまだそこは難しいところもあると思うので、まずこの試合でやっぱ勝ち点取った、でそこで一つ自信取れたっていうのが、チーム全体に中こう残ってくれたら嬉しいな、はいはいはい、うん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 、なるほどね。なんでここの2チームはこの試合で語るよりも次のところで喋りましょう。初めてこの勝ちじゃなくなったところと、あとはトップチームから勝っ、うん、勝ち点を奪ったっていうところで、さあ次の試合はどうなるかっていう、あ、なるほど、語れればいいかな、うんうんうん、これ興味深い。おゲームニートさんが、さぬきの監督が元バンラーレ八戸の監督だから、昔のバンラーレのサッカー見てるみたいだった、へえ、ああらしいですね、なるほどなるほど、うんうんうん、ちなみにそんなさぬき、次バンダール八戸ですけどね、わ、面白い、あら、まあそれも分かっているのコメントでしょうかね、はい、さぬきこれから這い上がれ、みんな応援してますね、さぬきは、うん、なるほど、ジェイズ時代のくせ者感が好きだ、確かに、はい、ということでございます、はい、続きまして、はい、鳥取福島でございますね、ございます、はい、うん、もうこの試合はね、スカウティングのところから、まあ、かけたい光みたいな試合になるんじゃないなんて話をさせていただいてましたけど、鳥取が 2-0 で勝っております、はい、はい、影と、まあ、ある意味では評した、鳥取が、うん、まあ、イスマイラ封じに、まあ、大成功、ね、はいはいはい、うん、まあ、要は結局イスマイラで決め切ってくるチームだからこそ、うん、イスマイラへの供給源を断ってしまえばっていう、まあ、オルンガに対する対策と似たような形でしたけど、なるほど、
まあ、鳥取はそれに成功して、うん、シュート5本に封じることができたんですね。はい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 、うん、でその代わり鳥取も上がりはちょっと少なくなったところとかもありましたが、うん、まあそこね、はい、2点取れたってことができた。そういうことか。はいはいはい、そんなのがありましたね、うん、しかもその2点のうち1点に関してなんかはあのまあディフェンダーの小牧選手から、うん、まあこの日はウィングバックか、うん、が前線上がってきて、はい、まあ、ボランチのカニ選手が決めたって流れで、あとは最後終盤ですよね、うん、右からのクロス、あとはもうちょっとオープンなプレーに両チームなってるところから右の、安藤選手からの、クロスに対して、まあ、こぼれ球を含めた上で大久保選手が昇格になっちゃった、うん、はいはいはい、大久保選手はこれでプロ初ゴールになったと、うんうん、おめでとうございます、うん、最後も決め切ったということでね、はい、うん、ってことで、なるほどなるほど、はい、2対0鳥取が勝っておりますということですね。はい、はい、続きまして熊本八戸でございます。はい、めちゃくちゃ面白かったです。これはね、確かにあの谷口選手のパンチ力ね、ね、でもあれでしょ、戦術バトル的にも面白かったんでしょ。そうですね、 はい、いや本当 J1 より面白いと思いますよ本当に。あらま、はい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 、うん、はって思われるかもしれないけど、はいはい、そこはちょっと力説ね、あの見どころみたいのをね語っていただきたい。はい、はい、あのなんか言ってしまえばなんですけど、うん、J1 ってもうあのいわゆる海外サッカー好きな方からしたら、うんうんうん、いやまだまだだよって思われるかもしれないけど、うんうんうん、それでもやっぱりその人が入ってるとかその興奮度とかで言うんだったら別に欧州とは全然差はないんですよね、うん、そうなんですよね。集客率で言うと世界5大リーグにも勝るとも劣らないみたいなね、うん、はい、興奮度、ゲームの興奮度だったら結構高い、かなりの高いところがあったりするんですけど、うん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 、やっぱ J2、J3 最近思うのがその J1 のレベルが上がったことによって、はい、選手とかいろんなものがその J2、J3 に落ちてくるようになってるんですけど、うんうんうん、それ以上にその J1 でじゃ あ, あのいわゆるいろんな、ね、お金的なものとか実はあくまでチームがどうとかじゃなくて、選手個人とか監督さんとかスタッフさんとかも、はい、いわゆる J3 で戦うのとやっぱ J1 で戦うんだったらお給料が正直かなりの格違うじゃないですか。はいはい、そうですね、うんうん、ってなった時にやっぱ個人昇格だとかやっぱチームが上がるためにとかで考えていくと、うん、はい、あの本当だから純粋にあのサッカーとしてこうめちゃくちゃ面白いサッカーやろうっていう風になってるチームがだんだん増えてきてるんですよね、うん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 、でその中であの着手してるのがあと先日なんかもね、うん、オープンになってきてるところがあるから、はい、あいわゆる J1 は最近あと監督さんとかは海外から来られる方も多いって思うから、はい、J1 レベルの監督が J2 とか J3 にも降りてくるようになってきてる。うんうん、そういうことですね、うん、そうか、本来その日本人監督のねあの方とか、そうそう、しかも、はい、J1 だともう育成じゃなくなってるチームも多いじゃないですか。はいはいはい、そうだね、戦うための結果主義といいますかね、そうそう、今一番結果を出せる選手を使うってことだね。そうそうそう、うんうん、だけどやっぱ J2、J3 ってなんかやっぱり育成付き、うん、育成型、期限付きっていう言葉もあるように、はい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 、育成を望まれてるチームもあるわけ。なるほど、J1 でも全然できる監督だけど、うん、J2、J3 でそのね、選手たちの、その若い選手たちのこう成長も頼むよって頼まれるような監督も。うんうんうん、なるほどね、うん。はい。この2チームなんかは結構そういうところあるんじゃないかな。うん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 、やっぱ、この。いや、スタイルあるもんで、だってね、うん。しかも、両チームともその偽サイドバックなんてことをやってくるチームで、河原選手、うん、はい、石川選手、はいはいはい、あと国分選手、佐藤和樹選手、うんうんうん、この試合もでも、やっぱりめちゃくちゃ光っていて。うん、あ、ミラーになってんだね、このゲームはね。そうなんです。実際例えば熊本だったら石川選手はやっぱり単独の上がりから、まあ、左の、ハーフスペースに入ってきてから自らトンって打てることとか、熊本川原選手なんかこの日も右のウイングの、中原選手、中原光選手と一緒で2人でこう、うん、俺らは2人で一つみたいな感じで攻めること結構多くて、はいはい、ただその動きが本当にあうんに近いものがあって、うん、八戸的にもちょっとなんだこの2人っていう風になるんですよ、はいはいはい、でさらにその中原がこう斜めに侵入してくる、縦に突破してくるじゃなくて真横にスライドしてくるこうケースが多い、うん、多いんですけど、うんうんうん、そこを中盤の相澤選手とか上村選手が、あ、中原が来たってことでこう、うまくディフェンスを押さえつけて、こう、道を作るんですよ。中原道路を作る。ほう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 。それがもう気持ちよくて。はぁ、ちょっとそういうのも見れるようになりたいなぁ。へぇ。綺麗なんですね。その道路の開通の儀式みたいな。はぁ。面白いなぁと思うんですけど。でそれに対して今度、八戸なんかも面白いのが、
もともと偽サイドバック型はちょっと苦手だった左サイドバックの佐藤和樹選手が、最近はそのクロス一辺倒なところもあったんですけど、この日は右で作って左でこうフィニッシュするっていうところの、そのフィニッシュワークに絡みながら、シュート決め切ってきたりとか、はいはいはい、1点入れてますもんね、はい、うん、であとはやっぱ国分選手も佐藤選手もいわゆる偽サイドバック型を知ってるから、熊本のサイドバックたちが上がってきたとしても、はいはい、お前らこう家に入ってこようとしてるでしょ、だって俺らそれ言われてるから知ってるよみたいな、俺も偽だしね、お前も偽でしょってこと、俺の方が本物の偽だからな、いや俺の方が本物の偽だぞってってことでしょ、そうなんですよ、偽とは失礼なっつって、そうなん、本物じゃ言って、何の偽サイドバックじゃ、ちょっと一回飲み行こうかゆっくり喋ろうっつって、頭こんがらが、ね、頭こんがらがってきたからっつってね、ちょっと座ろうかっつって、俺端っこなっつって、いやお前中入れよみたいなね、それだったらやっぱり俺が偽サイドバックやないかみたいなね、そうでしょうね、うん、確かに本当そういうところですよ、もう周りにもう聞いてる方々は置いてってるかもしれないけど、まあね、2時間半も喋ればこうなってきますわね、まあ、なるね、いやいや、いい話ですよ今の、はい、面白いなと思いましたよ、そうか、ちょっと見直してみたい一戦ですね、これシュートシーンも印象深かったしね、うん、これね、非常にそうです、あとね、もう一人、相澤翔太選手がね、本当にね、あの良すぎる、はい、熊本の、はいはい、ボランチやってる相澤翔太、うん、そうなのね、いや彼もね、あのすごい経歴なんですよね、うん、琉球大出身ではあるんですけど、はいはい、鎌倉インターナショナル行ってるんですよね、ん知らないでしょみんなっていう、琉球大を出てから、まあ、出てから、それはチーム名、そうチーム名、へえ、鎌倉のチームなんですよ、鎌倉インテルっていうんですけど、へえ、結構最近できたチームです、それは地域リーグ、地域リーグ、へえ、そうなのね、そこを経た上で熊本来たっていう選手です、神奈川県リーグ、神奈川2部とかじゃない、本当ですか、そうなんです、最初だから活躍できるかどうかってことを思ってたんですけど、はいはいはい、スタメンでずっと出てます、すごいですね、しかもさっきのあの J2 の藤田選手とか、うんうん、あとは川崎の森田選手とか、いわゆる気の利いてるというか、うん、あのいわゆるチームメイトがお互い何やりたいかってこと、そういう意見とか意図を組むのがすごく上手い選手だと思って、うん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 、この選手もその技術量というか、もっとそのプロの水じゃないけど、うん、なんかもっと慣れたらというかあるんじゃない、そうな、2階級特進も含め、あらま、あらま、ちょっと思ってます、へー、神奈川2部なんだ、すごいね、夢あるしね、夢ある、うん、あだからギュッとしてんだろうね、このプロあのサッカーの世界っていうのは ね、 ね、意外とこうね、そういう選手がいっぱい出てきてほしい、なんでうんね、ということでございます。はい、というわけで先生、第1部熊本八戸戦お送りしました。はい、すみません、鹿児島富山戦でございます。こちら結果は、はい、はい、1対1と対1ドローなりました。はい。まあ、米澤選手がね、うん、まあ、抜け出して、まあ、1点取ったって、まあ、前節と似たような形の得点シーンが1個あって、はいはいはい、そのまま 1-0 で終わっちゃうのかななんて思って、うん、であとはディフェンスでね、あの新潟から移籍の岡本翔成選手が、別にデビューなんかしてってことで、はい、このまま鹿児島 1-0 で終わりなのかなって思ったところで、うん、まあ、富山がね、2人出してくるんですよね。うん、はいはいはい。田中選手を。いや投入して、なるほど、そんな2人からので、ね、うん、最後後半アディショナルタイムに同点だと、うん、コーナーキックでした、ね、そうだったね、はいはいはい、そっか、ありましたね、俺たちの椎名がね、俺たちの椎名が、俺たちの水元がちょっと今ね、戦線をこう離脱してますから、でもなんかそれ対戦見たかったですけど ね、 ね、でもこれはもう勝手な、これはもう僕の、うん、僕らの発言ですけど、はいはいはい、やっぱね、俺たちの水元がちょっと怪我してるところに、うんうん、やっぱアルビレックス1月にね、我々新潟、はいはいはい、アルビレックス新潟さんをお伺いさせていただいた時に、うんうんうん、今年の新潟の一押しを岡本だって言った、その岡本選手がそのポジションで言ってた、俺たちの勝者、そういうことだ、ここにいるってなんかいいですね、もうクソじじいになってから我々全員俺たちのって言ってたですね、言ってるでしょ、言ってただろう俺たちのがよがよっつってね、はいはいっつって言われるんですよ僕らいいじゃない、はいはい、いいじゃない、でっていうことはそう、おじいちゃんはそういう人だったってことだよね、だからはいはいって言ってあげなきゃダメなの、逆に言えばね、うんうん、でしょう ね、 ね、そうそうそう、確かに、うんうん、まあこの試合ただ最後追いつかれてしまったっていうのはあったし、特に鹿児島のディフェンダーたちもすごく悲壮感あるような顔はしてたんですけど、うん、追いつかれちゃった、ね、はいはいはい、ただ実はその直前というか、うん、その失点食らう前のところで、うん、ペナルティーエリア付近でまたやっちゃうんですよ、ファール、
はいはいはい。うん。ただね、守ったんですよ。守り切ったんですよ。うん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 。最近だったらずっとそういうところからね、ファールで失点が続いてたこともあったけど、はい、ファールこそあったけど失点しなかったってね。うん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 。なるほどね。ちょっとやっぱりディフェンスの成長が見受けられたなっていうのは、うんうんうん、この試合にあったのかなと。なるほどね、はい。はい。というゲームでございました。1対1。ね。分けましたということですね。引き分け。はい。ラスト3試合。続きまして、岩手対長野でございますが、こちらは1対4でしたっけ。1対4。まあ、これは、はい、岩手同行というよりかも、長野を完全にもう完勝。長野よかった。長野が良かったですね。間違いなく、この試合、吉田伊吹選手2ゴール、はい、三田直樹選手も2ゴールと。2点ずつということでね。うん、そんな活躍でございました。はい、何が良かったのかと言われたら、この日も、うん、この日その右サイドバックがそのロケット型で飛び出してくるってことまでは、うん、もう長野やってないんですよ、この試合に関して言うと。あ、そうなんだね。普段だったらね、左で作って右の三田と、吉村の2人で決めていくって流れも多かったんです、はい、この日はそこまでやってなくて、それの前に実はそのロケット飛び出す前に、うん、実はフォワードから長野はずっとこうプレスを仕掛けていくっていうやり方があるんですけど、プレス作戦大成功。ああ、そっちがハマったんだね。そうなんですね。もともとあの大卒ルーキーの吉田選手は本当プレスがすごくうまいって言われてた選手でもあるんですけど、うん、もう本当にまさにそのままにですね、うん、実際3得点目かな、うん、長野の3点目なんかも吉田選手がプレスしてディフェンダーにかけてるから、はいはいはい、それでボール奪えちゃってそれで単独で得点取ったってシーンもありました。まあもうまさにそんな感じ、もディフェンスとのも駆け引きのところで勝ち続けて取ったなっていうのが多かったので、うん、この日はまあグルージャーとしてはもう完敗だったのかな、うん、そしてその完敗をさらにこう裏付けるのが最近ではあんまりなかった秋田選手じゃねえや秋田監督のイエローカードイエローカード出しちゃったのから出ました。あららら、なんでまたコーチたちとこうはしゃぎすぎるから。いや、はしゃぎすぎてカードね、あれ長野から、あのシーン好きなんですよ、僕、岩手のあのシーン好きなんです、私。長野の選手が、うん、ライン際で倒れちゃって、うん、でそれで岩手側をそのまま関係なくそのまま始めようとする。ああ、はいはいはい。で、審判止めたんですよ。うん、あ、でもいけいけみたいな感じでやっちゃった。なんで止めるんだよ、あるせなみたいなこと言って、ハイエローって、うん。でもそれだけ、いわゆる長野のその時にはもう 3-0 ではあったけど、うん、やっぱその 3-0 よりかは、多分本人たちの方が多分やられてる実感がすごくありすぎて、うん、ちょっとその口が、お言葉がそういうきついものになっちゃったりしたんじゃないのかな。今、より聞こえちゃうしね、今ね。うん、そうかそうか。まあそれでもやっぱり最後の最後です。退席ですか、次の試合は。イエローなんで。あ、イエローだから、あ、そうか、はい、大丈夫か。ただ最後の最後でやっぱりね、無駄選手、うん、センターバックの無駄選手が、うん、いわゆるこのまま無得点で終わらないぞっていう。はい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 。左の鹿間選手からのクロスをファーで決めた。はいはいはい。うんうん。そう考えれば。なるほど。まあセンターバックのヘッドが、まあ秋田選手なら秋田監督ばりのヘッドが1個あったので、うん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 、そう考えれば、まあ一試合は報いたのかなと思いました。帽子叩きつけたんですね。あったな、帽子か。そうかそうか。あ、ちょっとギャグみたいになんなかったですか、帽子。そうですか。でもね、やっぱりこれスカウティングでも言った通りでしたけど、はい、グルージャ最近良かったんだけど、シーティングプレス型のチーム、いわゆるディフェンダーにこう過度なこうプレッシャーかけてくるチームとの対戦は少なかったので、そういうチームと対戦してどうかっていうところで進化は出てくるのかなと思ったら、やっぱちょっと失点してしまったから、もうまたどういうふうにしていくかってことを考えていかなきゃいけないかなと思いました。ちなみに三田選手は誕生日だったらしいですね。うわ、おめでとうございます。おめでとうございます。そして鎌倉インターナショナル FC は神奈川県2部 B ブロックらしいです。あ、B か。現在。2部 B ね。ありがとうございます。これ何で B までやる。何でもしてね。A か B かはちょっと大丈夫でしたけどね。はい。ありがとうございました。情報ね。特派員の方からいただきました。ありがとうございました。はい、続きまして、沼津今治でございます。01今治ということになりました。今治ですね。今治勝ちますね。はいはいはい。沼津としてはです、はい、先に沼津の話しちゃうんですけど、うん、はい、沼津ちょっと一つ問題点が出てきちゃった。
ったんですよね。ほうほうほう、どういうことでしょうか。あの大卒ルーキーの今村選手がちょっと今スタメン外れてる状況なんですけど、もともとやっぱり攻撃うまく回してる時ってその今村選手のプレスをディフェンダーにかけてから選択肢絞ってボール奪って、それでポゼッションしながら相手の陣内に攻めていくことをやっていたんですが、なるほど、ね、そのプレッサーが今いなくなってしまった状態なので、ちょっととあのファーストディフェンダーの質が落ちちゃってる感じなんですよね。はいはいはい。まあ今ソメヤ選手と渡辺陽選手という2人なんですが、いわゆる属性的に言うんだったらドリブラーとストライカーなので、うんうんうん、やっぱり今村選手の方がそのプレス強度は高かったですから、なるほどね、この分が効いてきてるのかなとはちょっと思いました。まあ、ただその後ろからビルドアップして組み立てていく流れは悪くないので、うん、そのいわゆるネガティブトランジションのところですね、はいはい、相手がボール保持してるときにどうやってボール奪うのかっていうのが多分突き詰めていかなきゃいけないポイントなのかなとは思いました。なるほどなるほど、はい、対する今治はこの日良かったですね、うん、またこの日も控えから駒野選手とか林選手出てきたっていうのもありましたし、うん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 、あとはセレッソから移籍したばかりの沢上選手もベンチ入りして途中から出場しただとかも含めて、いわゆる新戦力と怪我から戻ってきた組とも、まあ、融合しながら、あとその彼らが怪我してる時に、スタメンこうねダッシュした福田選手とか桑島選手とか、はい、で彼らを中心とした攻めからまあ1得点取ったという流れがあったので、うん、なるほど、今治はちょっと今誰含めてでもちょっと攻撃できるっていうのは一つ、うんうんうん、進化を発揮できてるのかなと思います。なるほど。はあ、ただシュートは4本とそのシュートできない状況まで追い込まれていたので、そうですね、はい、うん、まあそうなるまでに1点取れたのが良かったんですけど、うん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 、ディフェンスでかなりこうブロック組まれた時にどうしていかなきゃいけないかっていうその個人での打開とかそのあたりが今後のね、うん、より優勝とかこのカテゴリーで優勝していくとか考えた時に必要になってくる部分になるのかな。なるほどね。はいはい。栗原ジュニアっていうのが噂になってますけど、今コメント欄で。ああ沼津ね、はい、栗原ジュニアがレンタルで行きます。清水から栗原イブラヒムジュニアが移籍あ、はい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 、していくっていう流れがある。これ次節ですね。なんで彼は多分次回からすぐ出てくるんじゃないかと思うので、それそういうところにもちょっと注目はして。栗原ジュニアってから栗原さんの息子かと思いました。俺なんだね、そんな年かなじゃない、彼さんの弱なんで、あのディサロの、うん、なるほど、後輩ですね、ディサロの後輩、うん、はあはあはあ、わかりました。うん、アキラさんって呼んでたのかな。いや、あんまり設定はないはず、ね、知るにいいかな、知るにいいかな。いや、ないないない。ああ、そうすか。僕知ってる限りでないです。高校中1の時の先生だって教え子がいたんだもんね、同じ、ね、そうそう、ああ塾のね。そうそうそう。なるほど。栗原の1個上でしたけど。栗原はるみさんですか。料理研究家の何でしょう、綺麗ですよね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあラストいきましょう。ですよ、頑張りたい、頑張大阪。こちらはもう歴史に残る、ね、打ち合いでございましたね。いやー、なんすかね、この5対5ですよ、ガンダーラですよ、すごいことだ。いやー、まあねえ、西山がまず決めーの、連携の中から佐藤優太のスルーパスに西山が裏抜けて決めーの、いやすごい、本当らしい。ね、えそしたら今度伊勢のスルーパスに出して、今度川崎が決めるので追いつき、どうなるのかなと思ったら、また今度また川崎が2点目決める、うんうん、川崎、そしたらまた今度佐藤優太のまたスルーパスから宮本決めるので2対2、うんうん、このまま終わるのかなって思ったら、うん、左のセンターバック務めた山口選手がまあプロ初ゴール、はい、まあ、前半終わり際でまあ勝ち越して終わったと。いや、みんなで見てたんですよ、これ、頑張って、諦めないでっつって、ね、諦めないでっつって、本当に、諦めないねって、一億総マヤミキで見てたんですけど、はい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 、最後決めてね、そうね、鹿島とね、ここが劇的でしたね、結構、時間も近かったんで、盛り上がっちゃう、ね、ハイボール、開けちゃいましたよ、なんか飲んどった、テンション上げちゃってね、夕方からお風呂上がりにね。いやいやいや、でちなみにね、そのまま今度後半に入ったら宮本選手の PK から始まって、うんうん、でそれでまあ3-3になってとんでもない試合だなと思ったら、うん、今度はね、遠山選手が後半25分に川崎選手からのすごいクロスを受けた。いやーあれすごかったね、クロスね、ね、まあ、今朝のちょっと動画でも言いましたけど、変わらいねというか、変わらいねあれ、デブらいねあれ、デブってないから変わらいねあれ、変わらいねからのジェズスやあれよね。ねえ、あれすごいわって思ったら、今度、YS が右サイドの作りの中から、うん、もう伊藤純也ばりのというか、大泉和也の、はい、右ハーフスペースからのコーラスは決まる、うん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 、
で、それで今度左から、まあこちらも入ったばかりの左ウィングバックの位置からカットインでオニエが来た。はい、はい、うん。ね、で、5-4になって、もうさすがにこれで終わりかなと思いきや、うんうん、最後ね、左のハーフスペースから右に展開した川崎周辺のボールを受けて、塚本が右からカットインしてきて、決めると、はい、うん。5対5。これはさ、J3 の面白さも YS の素晴らしさも詰まってたんじゃない？なんかこう、打ち合うぞっていうね。で、ほら、ね、トス戦がなかったから、はい、ガンバのサポーターでね、トップしかあんま見ないような人も見たんじゃない？と思うし、 あとこれスカウティングで僕言いましたけど、この試合はというか、うん、ガンバの U23 の面々のほとんどはこの試合の前に、うん、ミッドウィークでルヴァンに出てきた面々なわけですよ。しかも勝利まで上げた面々、はいはいはい、ってことは YS からしたら、うん、ある意味では J1 戦ってきたメンバーとどれぐらいやれるのかっていう、おそういうことね、そう、うん、それを、うん、そういうだから J3 がどれぐらいのポテンシャル秘めてるのかってことを見せつける試合になったわけですけど、その結果がこんなこうテレビ映えするような5対5、いやーこれは先生毎回言いますけど、これサンデーモーニングでやるんじゃないですか、5対5っていうことでね、多分やってなかったと思いますけど、関口さんも5対5っていうことで ね、 これね、張本さんいかがですか、あっぱれだあっぱれって言ったんじゃないですかね。いろんな見どころありましたね。でも僕の好きなポニエがね、最後ちょん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 バーンって決めましたから、決めましたね、あとは個人的には今年僕佐藤優太推しなんですけど、うん、YSCC のランチ、彼がこの試合2アシストかな、2アシストプラス目立ってましたよね、そう、あの PK の誘発したのも彼だった、はいはいはい、うん、でただそれを上回ってくるのは川崎周辺の2ゴール2アシストです。いやーそうだね、ちょっと何も言えないですね、うん、彼に関しては、うん、何も言えない、あ北島康介的な感じですか今、何も言えないですね、うんうん、私配信をみんなでしてたんですけど、はい、オニエが出てた時、あのオコエオコエって僕いじられてたなと思ったら、実況の方もちょっと間違っちゃってたみたいですね。あそうですね、後で聞いたらね、で僕ハイライトで確認したんですけども、はい、もうオニエがシュート打ったときはもうリスク回避でオゴチュクって言ってました。あ、じゃあみんなそうなんですよ、オゴチュクって言うんですよ、オニエのこと、あ、オゴチュクの方で呼んでくださいって言われてんのかな、じゃあね、わかんないですけどね、いや、あのお声と間違わないように言ったんじゃない、多分そうだと思うんですよね、うん、ちょっと面白い話だよ先生今の、あ、ちょっとでもね、うん、ずっとそうなんですよ、でもねじゃなくて先生面白い話だから、あ、面白いね、でこれだ、でもねとかじゃなくて、いやいや、あの実況がリスクを回避したっていう話ね、おうそう、うん、でもねえじゃなくて先生、ね、分かんない、何言ってんのか、客商売だから、客商売だから、うん、ね、もう言っといて、ね、まあ、でも本当にずっと YS の試合やってる時はおごちくって皆さん本当に言ってるんですよ、だから、あそうなのね、おごちく、マジでそう、そっちで言ってるから、笑いとかでも何でもなくずっとそうなんですよ、うん、本当に、うん、笑いとかでも何でもなくとか言わないでいいんです先生。そういうんじゃない先生、意地張ったってしょうがないね、これ客商売なんだから、ね、意地とかじゃねえもんこれだって、や八百屋の店先で夫婦が喧嘩する八百屋なんか行きたくないでしょ。どっちでもいい、正義なんて今どっちでもいいですよね、お客さんがどう思ってるかだけだから先生ね、いいんだよどっち、じゃあ、あとベストイレブン行きましょう。ちょっと一箇所ね、僕ね修正忘れてしまったところあったんで、それをちょっと伝えつついければなと、はい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 、うん、はい、じゃあラストでございます、誰抜けたんだっけ、ここ一人どうやら抜く、あ、ここだ、分かった分かった、ベストイレブンね、ちょっと待ちください、はいはい、最後ベストイレブンいきたいと思います、違うのよ違う違う違う、そのオニエとオコエで間違っちゃったっていうの自分でね分かってて、実況の方がもう間違うの怖いからオコチュクに変えたっていう、なんかなのかなっていう話だったっていうこと僕が言いたかったの先生、うんうんうん、ね、うん、うん、うんうんじゃなくてさ、俺だって何返せばいいのか分かんないですよここで俺、いや違う違う違う、何返せばとかじゃなくてさ、本当に、うんうん、そういう話だったっていうさ、はい、うん、ちょっと待ってくださいね、あれ、あ、こっちかありました、ちょっと待ってください、ちょっとね画像にね間違ってね、ちょっとねコピー忘れでね、さっき一回出てしまったものではあるんですけど、ね、前回のそのまま J2 のやつからコピペで使ってるから、入れ忘れて、長崎の玉田圭選手そのまま残っちゃったんですよ、ね。ああ、なるほど。あ、J3 出ました。はい、すみません。はい、ありがとうございます。はいはいはい、元、一応、あ、いや、先にスタメンからいきましょう。右がまたね、マンモスマッチになってるんですけれども、はいはい、左が今回のスタメンでございます。はい、はい。
ゴールキーパーが鳥取の田尻選手で、はい、サイドバックに讃岐組西のキムホヨが入りましたと、はいはい、サイドバックに八戸国分&長野の水谷、ボランチには熊本の相澤と YS の佐藤優太、まあ、中盤はもうそりゃそうだっていう、うんうんうん、川崎修平と、ね、中原が入って、うんうん、で前線には吉田伊吹、まあ、2ゴールのアシストですね、はいはいはい、そこに宮本拓也が入りました、うんうん、控えゴールキーパー今治の岡田選手に鳥取の小牧選手でボランチ熊本の上村選手に相模原の金丸、はいはいはい、同じく相模原から和田選手が入り鹿児島の米沢で長野の三田直樹が入って、うん、次が長崎の玉田圭司と書いてありますがここはすいません今治の桑島選手です、再編成でセレッソの FGO 翔太選手となっております。なるほどなるほど、はい、その名前でございます、はい、これ和田正史選手の、ね、名前がこう右にあるんで思い出したんですけど、はいはい、やっぱり相模原に入ると茶髪でひげ生やす選手多いよね。なんでなんでしょうねなんか美容室なんじゃない多分君は浜辺の美容室行くんじゃないの。あーでもなんかそういうのがトレンドとしてあんのかもしれないですよ、ね、君はひげ生やした方がいいんじゃない。だって川上さんとかもそうだったよね、綺麗になんかこう黒髪のイケメンだったんだよ川上誠二選手も。でもそれがだから本当に、うん、なんだろう言ったことないからわかんないですけど、うん、多いのかもしれない、ね、千秋の兄貴が操作してんのかな。あるなおめえよ似合うぞ絶対っつって言ってそうだよねおめえよちょっと俺のよ友達が美容室やってっからよちょっと行ってこいよ言ってる可能性ある、千秋の兄貴が。皆さんにね、ぜひ見てほしいのがね、相模原のね、ツイッターとかね、ぜひ見てほしいんですけど、千秋選手のね、はしゃいでる姿がたくさん見られるので、いいですね。そうですね。そう、私、あんまりその、ツイッターあんなにバンバン更新する割に、ツイッターの僕、タイムライン遡らない人間なんですよ。あんまりその、見てる時間もないんで、でただ、相模原結構、その、見る赤見てると、こう、ポンってこう一番上に表示されること多いんですけど、いつも千秋さん出てくるんですよ。なるほどね、千秋イズムっていうね、熊虎さんからも熊虎さん詳しいんじゃないのってねそうですかね、それを感じました。はい、ああ和田さんも爽やかな感じでしたもんね、だってね、ねえ、うんうん、多田選手でもあれですよね、そういえばね、右サイドの多田選手は、うん、結構まだショートですよね。多田さんはもうイケメンランキング入るでしょあれは ね、 ね、どうします今後ビクトルもそうしたらどうしようユーリホムロビクトルがね、そのあたりもういよいよこれはもう学術的な研究のメスが入らないダメでしょこれは ね、 ねえそうですね、うんうん、はい、ね、ということでございました。わかりましたよ、ありがとうございます先生。いやーい本当に長時間にわたりまして皆様もねありがとうございました。忘れないうちに高評価ボタンを今押しておいてくださいね、もう減るもんじゃないですからね。ありがとうございます、ね、やっぱり健康になるらしいですよ押した方が。あと皆さんちょっと僕から、うん、この最後のシートの上かなちょっと書いてあると思うんですけど、はいはいはい、まあ、早くからいてくださってる方は一回更新ボタンを押していただければなんですが、うん、現状のこの動画ライブ配信のですね概要欄の一番上のところに、ミルアカからのアンケートを一個置いております。なのでもしよろしければそちらからアンケートご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。お願いします。最初の絵に戻したいんですけどどうしよう戻んないんでちょっといいですか、なんか前回のやつが出ちゃうんで、はい、あら、うん、一応今回アンケートなんですけども、うん、あ最初の絵に戻した方がいいのかそういう意味でも、あ、いいです別に戻さなくても大丈夫です。はい、今回のアンケートなんですけども、うん、まあ皆さんのね、まあ、YouTube または Twitter のアカウントでも教えてくださいっていうのと、はい、あとはどちらにご在住ですかってので、うん、まあ、そんな細かくどこって住所聞いてるわけじゃないですから、まあ、件名的なものだけちょっと聞かせていただきます、うんうん、あと、マイナンバーだけね、しっかり、口座番号と、それで書いても、違うの違う。それはやんね。それは違うよね。それは怒られる、ね。あとは、脱音に加入してるか否かと、あと、推しクラブ一つ上げてね、と。あと、はい。あとは、それ以外には一応ね、それ4番目が推しクラブ一つ挙げてね、で、5番目で好きなクラブと、思いの丈も書いちゃってください。これ、推しクラブ一つって書いたのは、もちろん複数の方、うん、特に僕なんかもそうですけど、いらっしゃると思うんですが、その中に代表的なものって1個1個挙げてみてねって感じ、うん、なるほどね。で、それ以外に、はいはい、他にどんな競技見ますかって、うん、あと見る分かれ見てみたい企画何ありますか、その他の、ね、一言という8本構成になっております。はいはいはい、はい、もしよろしければご回答いただけますと幸いでございます。わ、うん、かりました。はい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 。了解です。僕からも1個インタビューじゃない、アンケートちょっと欲しいんですけど、はい。ちょっとお声の下り、ちょっと分かりにくかったのなんでなんだろうなっていうことですよね。
先生、もういいよの一言で今大丈夫ですから。先生、黙っちゃったらもうなんか怒ってるみたいになっちゃうから、ラジオだから。違う、違うの。いらんわって、で、大丈夫。パソコンが固まってんの、今。あれって思って今、大変なんですよ。そう、それはいいじゃないですか、言わなくて。ね、お声はええわで終われるんですよ。今までのが振りみたいになるんです、今までの噛み合わなかったところが。終われるんです、これで。先生。ね、ごめんなさい、ちゃんと聞いてなくて。すいませんでした。途中までその聞いてなかったです。聞いてくださいよ。ありがとうございました、今日は本当にね。あ、一人来た。ありがとうございます。うん。アンケートありがとう。アンケート来ました。ありがとうございます。アンケート、はい。ね、高評価ボタンも押してくださいね。あと、チャンネル登録もね。はい。で、その足でも、もう、見なくていいんで、井上真央のゲーミングラジオ部のチャンネル登録も。してください。見なくていいんでね。見てよ。見る赤虎の穴っていうのも検索してね。今もしてください。チャンネル登録ね。はい。こんだけの人がしてくれたらね。はい。お願いします。それを。はい。ね、よろしくお願いします。お願いしますよ。本当にね。さあ、じゃあちょっとエンディングテーマの方を、ね、そうですね、ちょうどこの我々なんかやってる間に、はいはい、私のお墓の、ま、先生、今のは歌うんかいって大丈夫です、お前が歌うんかいみたいな感じが欲しかったですね。ちょっと今日あれですね、ちょうど私がかちょうどニュース見に行ったタイミングだから、あんまり聞いてなかったので、また今日はちょっとタイミング合わないですね。クーマンのくだり探しに行っちゃったから今。でかくなっちゃった。はい。いや、ありがとうございました。本当にね。ありがとうございました。ああ、楽しかった。今日なんかあんまりね、長さを感じないですね。もうまだ行けますよ、これ私。お、じゃああとまだ行きますか。ないでしょ、もう試合が。先生、今日は EL は？あ、だからあれ、EL と ELT どっち見るんですか、これから。さすがに ELT。ELT でも一君あれですよね。YouTube チャンネルやってますよね。あのベースの人ですか？ベースの人、森本レオさんみたいな喋りがする人ですか？そうどんなやつをやってるんですか？いや、なんか普通の YouTube チャンネルやってますよ、ね、たまにギターのこともやりますけど。ああ、そうですか、うん、ボーカルの女に電話してみたとかやってるんですか？やってないと思うなあ、そうですか。ボーカルの女にプルル信じられる傷つけ合う。もしもし、何いつかりのままに。だから何くん愛せるようにでしょ。そんで、はいはい、先ほどタイムゴーズ、いっくんバイそれっつってやってんじゃない。ね、クマトラさんナイスパーでございますありがとうございます。ね、F1 もやってんですか、先生、今日は F1。昨日。あ、昨日ね。先生と昨日の収録しながら F1 チラチラ見せたもんね、2人でね。そうなんだ。シャンパンファイトに、ね、意義ありっていう話してましたよ、2人でね。やってましたね。だってヘルメットかぶってさ、バーってきて、いつもね、昨日は誰で勝ったの、なんだっけ、チアゴ・マルチンスじゃなくて、なんだっけ。チアゴ・マルチンス。優勝した強い人、なんだっけ、あれ。なんだっけあれ。ハミルトンで、ルイス・ハミルトン。ルイス・ハミルトン。ちょっと似てない五感は。やば。メルセデスのさ、スタッフのとこ飛び込むじゃない、いつも。でもコロナだから飛び込まずに肘でこうやってやって。勝ちになるんで、みんなマスクしてて。ハミルトンもあっちい中ヘルメット取ってすぐマスクして出てきて。ね。うん、でもみんな2位で来た人もフェルスタッペもみんなマスクしてて、インタビューもマスクしてね、うん、いやこれはもう完璧な対策になってるなって。いざシャンパンファイトの時もマスクして出てきてね、うん、シャンパンのあのトロフィーもらって1位すごいね、わ拍手あった、じゃあシャンパン持ってきた、線抜きました全員マスク取ってね、まあ掛け合うならまだいいじゃない、先生が突っ込みましたよね、はい、あれね、はい、シャンパンみんな口につけて飲んでからそのシャンパン指でビャーってお互いかけてたから意味ねーっつってアルコール消毒は終わってるってことなんですか、あれは。なんでしょうね。いや、特にあのおとなしいボッタスさんがね、2位の、はい、ボッタスさんがグビー口つけたシャンパンでね、横のなんだっけ、チアゴマルチンスなんだっけね、にブッシャーかけてたからフェルスタッペ、ね、じゃない、あの優勝してハミルトンか、ブッシャーって言ってたからね、
いや、よくあれは先生見出しましたね、あれね。あれは受けますね、まるで意味ないって言ってたからね、あれね。面白かったですね。ありがとうございました。今日ありがとうございます。本当にあの高評価ボタンもたくさんね、この後も押していただける方もね。もうアンケート2桁届きました。ありがとうございます。ね。目標はまあ500件でね、行きたいなと思いますので。そうですか。はあ、はあははあ。よろしくお願いします。空いてる時にちらっと書いていただけたらなと思います。はい。これやっぱ先生のこの今後に生かすアンケートなんですね。そうですね、去年は 2,3 回やってたんですけど、私ちょっとなんかタイミングなかったのでちょっとできなくて、概要欄からいけるんですもんね、まあ、概要欄にもう URL 設定してあるので、そう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 、で今年ずっとやってこれなかったからそろそろやりたいなと思ってたので、はい、やっぱりこう知るとあのそれぞれどの方が、まあ、結構な数僕知ってる自信はあるんですけど、どの方がどこのサポーターでとかって、でちょうど最後去年の夏ぐらいから考えてみる赤もやっぱり倍増えたので登録者の方、だからやっぱりもう一回改めてちょっとね聞いてみたいな。なるほどね、属性チェック、属性チェックね。そうですね、はあはあ、そういうこと。だから個別でも一件一件全部見させていただくと、なるほど、わかりました、ありがとうございました。いいんです、別にもっと個人情報を僕らに伝えたいという人がいたらもう全然書き込んでくれても別に構いません。マイナンバーとね、マイナンバー、マイナンバー、利き腕と利き腕と、あと好きなふりかけとね、そうですね、あとは入浴剤の種類とかね、そうですね、やったらいいかもしれない。フィファ派か、ウイーレ派かみたいな。ああ、それも、ああ、そうかもしれないですね。確かに。多分すごい方もゲーミングラジオ部のこの動画が好きでとか、そういうこ、そういうクロートな、ね、考え方してくる方もいらっしゃいますから、ね。ありがたいですね。ありがたいですね。ちょっともうアンケートはちょっとめんどくさいよっていう方は、ゲーミングラジオ部って検索して、チャンネル登録だけしてもらえばいいんで。怒られるね、このこと言ってたら。いや。さあ、というわけで、今日もインテル対シャフタールドネツク。はい。ね。これは見ものですね。見ていただいて。で、今日 EL、まあ今日というか。全国のドネツクさん必見。ね。ね。ちなみに、あれですよ、まあさん。何でしょう。その4時間後にその EL 始まりますけど。28時間後 CL 準決勝です。あ、なるほどね。おおってまあなりますわね。もうか。すごいね。すごい。二毛作で、ね、二毛作でお送りしてますね。いや本当ですわいな、もうヨーロッパのサッカーファンなんか楽しいでしょうね、毎日。いや本当でしょうね。ゴールデンタイムとかにやってるんでしょ、あれだって。そうですね。ね。本当だね。ちなみに今のところまあ分かってはいたんですけど、そろそろ20人ぐらい今アンケート来たんですが、ダゾーン加入率は 100% です。まあそうでしょう、それはそうでしょう、ね、ここで あえて押してくれる人はそうでしょう、きっとね。まあそうですね、確かに確かに。お声の話なんですけど、いや静かになったんで今面白いかなと思ったんですやめろって言っていただければ大丈夫ですね。いやいや、あとは皆さん、今週は一応、水曜日に J1 と J2 がありますので、リーグ戦が、なので、明日はまたスカウティングなのと、であと木曜レビューと、明日スカウティングですもんね。明日スカウティングですすごいですね。はい。なんで、もう、明日ちょっと僕、夕方に予定があるので、もう今日、これから作らないともう間に合わないんですよ。なるほど。これは楽しい。これは楽しいじゃないですか、先生。やばいやばい。そんな楽しいことないじゃないですか。今日終わって寝ます。終わらないと寝れないっていう。もう、今夜のハードワーカーは、ルカクか、佐藤先生かっていうことだね。いや、でも言えるまでに終わらせたいな、さすがに。そうですか。はい。頑張ります。わかりました。はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ね、スパちゃんもいっぱいありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただいていただご視聴いただいた方々、アーカイブで聞いていただいている皆さん、ありがとうございました。はい、というわけでございました。ほんじゃお別れしましょう。長い時間ありがとうございました。そして、ありがとうございました。日付は間もなく8月18日火曜日でございます。あ、もうなっとった。
綺麗に終わりましたよ、これ先生。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ほなね。では、ありがとうございました。また明日でございます。ありがとうございます。バイバーイ。